はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。さあ、奥の駅舎ご覧ください。なんともレトロな歴史あるような感じが漂っておりますが、本日来ているのはですね、ここ岐阜県飛騨市の飛騨古川駅です。しかもですね、この駅の左側の方にはなんかレトロな観光案内所がずっと向こうの方につながっているわけですね。ここ岐阜県の飛騨市飛騨古川駅は旧古川町というところで、この岐阜県を代表する観光地としても知られております。お、今ちょうど高山駅方面の列車が出発。以前うちのチャンネルで取り上げた1両編成から17両編成まで日本の鉄道を順番に乗り継ぐ旅というのが好評だったみたいで、ご視聴いただきましてありがとうございました。そして今回はですね、その旅の変化球バージョンということで、偶数編成だけをひたすら乗り継ぐ旅、これをねやっていきたいと思います。もうルールは至ってシンプルです。この前の企画が 1,2,3,4,5,6 と順番に乗り継いでいったんですが、偶数編成ということなので2,4,6,8,10,12,14,16 とその偶数の編成だけを順番にひたすら乗り継ぎます。ただね、これ順番に乗り継ぐとなると意外とねルートを見つけるのが大変で、今回も一つ特例を設けたいと思います。今回は旅の途中でですね、1回だけオールマイティー券の行使が許されます。オールマイティー券というのは1回だけ両数関係なく自分の好きな公共交通機関一つに乗車をすることができるという権利。まあ、例えば246と乗り継いできて、でそこの駅で次8両編成に乗り継げなかった場合は、まあ、何らかの手段、特急でも新幹線でも、まあ、タクシーでもバスでも飛行機でも公共交通機関なら何でも大丈夫なので、一つだけ使用して次の目的地、まあ、8両編成の列車が走るところへワープすることができると、そういった機能です。さあ、というわけで皆さんもその16両乗り継ぎ終わった時に、僕が今日本のどこに、一体どこにいるのかというのを予想しつつお楽しみいただければと思います。エリアは47都道府県全国ということなので、全国をこれから放浪していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。いや、この飛騨古川もですね、さっき駅降りたんですけれども、すっごいですよ。もう降りた瞬間から昔ながらの街並みがずっと広がっております。旧古川町ということで岐阜県を代表する観光地ですよ。さあ、奥の方からやってきました。うわー、力強いディーゼル、かっこいいですね。だるまみたいな見た目をしております。特急飛騨号のこれは名古屋行き。まあ、これ旅のルールとして一発目は偶数番号の一番初っ端2両編成の列車を乗り継いでいくわけなんですが、残念ながらこの飛騨号はですね、向こうグリーン車、そして中間、先頭と3両編成なので、もう奇数の時点でね乗車をすることができないわけです。ただこれ面白いのが、これ編成の都合上なのか8と書いてあります。3両しかないのにこの8両編成の号車が書かれているっていう、ちょっとね不思議な特急列車なんですね。最近では飛騨号、あって振ってくれてる。バイバイ、良い旅を。そして後ろの号車を見ると、お、すげえ、こっちは10両になってる。今の時刻がですね10時10分、少し時間が進んで10時10分なんですが、次の列車がだいたい1時間後のね、これ12時13分発。この高山本線は普通列車がね、どうやら2両編成で運転されているみたいなので、とりあえずあと1時間待ってですね、この高山の方まで出たいと思います。すげえな、こんな歴史漂う街並みの駅向こうにあって、観光案内所とかも向こうにすぐ近くにあるのに、ここにパチンコ屋があるんですよ。本当にどこにでもあるな、パチンコ屋って。いや、駅から歩いて5、6分のところにこんな観光地があるなんて、本当にアクセス抜群。おいたちがね、お出迎えをしてくれました。はい、大丈夫です。はい、わかりますかね、 JR 全線のところに書いてあるのは、これ寝台券の文字が書いてあります。寝台列車っつったら、今はサンライズ号しかありませんけども、昔はたくさんありましたからね、その当時からあるやつ。こういうのも最近では結構珍しくなりましたからね。駅の改札入ったんですけれども、実はこの駅もう皆さんご存知の方多いと思いますが、2016年に大ヒットした君の名はという映画の聖地としても知られているわけです。聖地というか、ワンシーンでこの飛騨古川の絵が使用されていたんですが、
ちょっとね、その当時のイラストをモザイク付きで載っけておきます。ちょっと僕ね、この駅構内の跨線橋に来ちゃったんですが、君の名はのその映像上だとですね、この緑色の建物が右側に来ているんですよ。なのでどうやら、あの観光案内所の方に付けられているあの跨線橋、多分ね、あっちの方から本来は見渡している様子だったんですが、ちょっと僕は勘違いをしてこっちの方から撮っちゃいましたね。ちょっと逆の角度からにはなってしまいますが、そしてなぜかその映画の中に出てくる湖、糸守湖という湖はですね、長野県の諏訪湖をイメージしているということで、まさかの岐阜と長野のコラボレーションが映画の中では実現しているということになります。もうすっかり季節は夏ということで、かげろうが見える時期になりました。さあ列車の両数は何両なのか。これで4両だったら僕はもう飛騨高山から出れないけども、おっとこれはしっかりとした2両編成でやってきてくれました。よかった。さあ一発目の列車は高山行きディーゼルカーです。高山本線の普通列車。さあ今回もどうやら長い旅になりそうです。企画の始まり、まず乗車したのはこちらロングシートが用いられているんですね。高山本線の上り方面、高山行きです。今ゆっくりゆっくりとディーゼルカーらしい大きい力強い音を立てて出発。高山本線はここからのどかな線路一本単線の区間が広がっております。うわー、そしてこの横の民家のすぐお隣に小川が広がる、その横に敷かれている線路ということで、景観がなんとものどかで最高です。ちょっとこれ地図が逆方向になってしまっておりますが、飛騨古川から南側高山駅の方まで目指していきます。高山の方はこの高山本線の中でも、それはね、路線の名称にもなってるくらいですから、乗降客数は岐阜美濃太に次いで3番目に多い駅となっております。そしてこの列車、上の方をご覧いただきますと、キハ25と書いてあります。これ見た目は JR 東海でよく走っている電車のような形をしているんですが、蓋を開けてみるとこれディーゼルカーということで、もちろんこの高山本線は上の方電線が通っていない、非電化、電気が通っていない路線ということになりますので、同じように見えてもこれは電車じゃないんですね。上、天井をご覧いただきますと、電気を仕入れる四角いひし形の機械パンタグラフが存在をしておりません。同じ顔をしているけど中身は全然違うという多重人格のような性格を持ち合わせている列車でもあります。ローカル線といえど岐阜県と富山県を南北につなぐ割と主要な路線ということで、特急列車も走ります。なので線路の状態はかなりいいみたいですね。さあ正面ご覧ください、なんと新型の特急列車が停車をしております。さあちょっともう乗り換え時間がないので乗り込みますけれども、これね、特急飛騨号4両編成、そして今回乗車するのはちょうど4号車ということで、すごいな、デビューしたばっかりの H85 系です。いやかっこいい、もう新車の匂いがねムンムンしますけれども、これに乗って一気に名古屋までワープをしていきます。今回は高山駅での乗り換え時間がたったの5分ぐらいしかなかったので、これは前日に撮影したこの新型車両の映像です。黒、白、銀色、モノトーンカラーが多く、そこに JR 東海を象徴するオレンジカラーが入った割とスタイリッシュな特急列車となっております。お隣には旧型車両。さあそして今回はこのタイミングで降りることはできませんでしたが、前日の映像でこれ到着した高山駅の構内です。駅の外はこんな感じになっておりまして、これ駅舎のリニューアルが2016年に完了したばかりということで、あのものすごく新しくて清楚、そして立派な駅舎が佇んでおります。小京都と呼ばれる観光地高山市の玄関口顔ということで、かなり気合が入った作りになっているみたいです。さあそして新型車両ということで、2022年にデビューしたばっかり、これ車内には新車の匂いがムンムンと漂っているわけです。さあこの最新鋭のハイブリッド機動車の加速音をお楽しみください。
これもびっくりするのが加速が相当静かということです。従来のキハ85系、ディーゼルカーと比べるとその差はかなり顕著なものとなっております。さあ、そして高山からこの列車は名古屋行きということで、高山本線をずっと南下していきます。この路線の車窓の魅力といえば、これもずっとこの木曽川をストーカーするようにして高山本線が伸びているわけなんです。途中ね、幾度となくこの木曽川に架かる橋梁を渡っていきます。さあ、そして先ほどの加速の際なんですけれども、聞こえていたのはこうじーっとこう車内にこう小さく響き渡る電気っぽい音と、あとハイブリッド車両であれどうっすらこのグーンという力強いディーゼルカーの加速音も聞こえます。まあ、ただこれは僕が鉄道マニアでディーゼルカーの音をよく知っているから聞こえるというのであって、多分一般の方が聞いたらもう全然ディーゼルカーだってわからないぐらいの音なんです。それぐらい静かでした。車両の前面のモニター部分ご覧いただきますと、たまにこういう風にエンジン、バッテリー、モーターと書かれた表記が表示されるんですが、 HC85 系の HC の部分はハイブリッドカーを表しております。一体どんな感じで走行するのかというとですね、こんな感じで従来のキハ85系というのが1両に対してエンジンを2つ積んでいて、これを使って走行、加速なんかを行っていたと。に対してこっちの HC85 系はというと、これエンジン1台で、でプラス蓄電池をね用いているわけなんです。エンジンの代わりに1つ蓄電池、そしてこの蓄電池がいわばエネルギーのリサイクルを行うわけなんです。この HC85 系はブレーキに回生ブレーキを使用しております。回生というのはもうその名の通りで、生き返るという意味があります。つまりはブレーキを踏んだ時にエネルギーがそこで発生するんですが、それが生き返って今度その蓄電池の方をこう充電して電気が溜まるような形になるわけです。でそこのブレーキで発電して溜まったエネルギーが加速の時、それから停車の時、エンジンに代わって使用されるので、エンジンの稼働率が下がるといったそんな仕組みになっているわけなんです。なのでこれ素晴らしいことにですね、従来のやつよりも HC85 系の方が二酸化炭素の排出量が大体 30% ほど削減されると、そういった地球環境にも優しい特急列車となっているわけです。そんなこんな話していたら、向こうの方に従来のキハ85系ディーゼルカーが停車をしておりました。これすごいのが、指定席の横左側に8号車と書いてあるわけですね。向こうの列車は多分ね4両とかそれぐらいなんですが、号車番号がかなり飛び飛びになって表記をされているわけです。途中の駅で列車交換、特急列車とのすれ違いが行われまして、さらに先に進んでいきます。ここでまたもや飛騨川を渡るわけですよ。川の水は相当澄んでおります。エメラルドグリーン。そして座席はこんな感じです。もう JR 東海のカラーリングを全面に採用したオレンジと思いきや、このオレンジはどうやら飛騨の紅葉、それから祭り、花火大会なんかをモチーフとしてこの色が採用されたみたいなんですね。飛騨川とそれから高山本線の真ん中を通る道路はこれ国道41号線ということで、この道路も高山本線と同じく名古屋から富山の間を南北に貫いております。高山本線がずっと走行するような形で一緒に名古屋を目指していきます。僕はこれだいぶ短足なので、膝から前の座席までのシートピッチは多分70センチぐらいはあったんでしょうかね。かなり広々としており、これこの電源コンセントの部分が最近東海道新幹線でデビューした新型の N700S とそっくりだったんですね。そしてしれっと映し出されておりますが、正面の電光掲示もかなり大きいものが採用されておりまして、おそらくフルカラー LED でしょうね。さあ、そして途中の島式ホームが用いられたここ飛騨大阪駅に到着。この駅もやっぱり年代物という感じで、駅の上ご覧いただきますと結構新しいですけれども、でも木造の駅舎、それから廃止された古いレールがホームの屋根の支柱として採用されております。飛騨大阪駅ということで、ここら辺は飛騨なんちゃら駅という飛騨が冠についた駅が相当多いです。海抜は525メートルということで、海面から東京タワー 1.5 本分ぐらいの高さの位置を走行しているということになります。まあ、そうとは全然思えませんけどね。
先ほどの飛騨大阪駅も小坂という地名、漢字が同じ地名が秋田の方にあって、昔小坂駅ってのがあったんで、それと区別するために飛騨という、まあ、その地名が頭につけられたのではないでしょうか。お、そして正面には立派な東上田ダムといいます。ここダムが設置されておりまして、雨が降った時ここで水をせき止めて下流の地域での川の量を調節しております。列車はだいたい70キロ、まあ、80キロ前後この辺りで走行中。 HC85 系はこれハイブリッド車では全国初の120キロ運転という高速運転が実現しているわけなんですが、おそらくその最高速度近くまで出すのは、あの名古屋とか岐阜とか直線区間が多くて割と線形がいい区間だけでしょうね。ここら辺高山本線のところはかなりカーブも多くなっているので、スピードをあまり出すことはできません。さあ、そして素晴らしいのは客室だけではなくてですね、デッキ、もう入った瞬間から木目調の和を感じるようなデザイン。そして肝心なのはこちらですね、洗面台の横に何やら置物が設けられております。これ実はデッキにはナノミュージアムが広がっておりまして、高山地域の工芸品がたくさんこのように展示をされているわけです。すごいですよね、ミュージアムなんて日本語直訳したら博物館とか美術館とかですから。特急料金と乗車券を払えばこの小さい美術館にも無料で入園をすることができます。さあ、そして正面ご覧ください、向こうの方には下呂の街並みが広がっております。温泉街ですね。列車は先ほどの岐阜県高山市からこちら下呂市の方に入ってきております。下呂市といえば下呂温泉、その最寄り駅でもある下呂駅に到着です。群馬の草津温泉、兵庫の有馬温泉に続いて日本三名泉の一つとして数えられている下呂温泉、これ僕も何度か訪れたことあるんですが、あの草津のようなあの白い白濁の中腐った卵のような匂いのするような湯ではなくてですね、結構下呂温泉は無色透明でアルカリ性が強く、これ美人の湯と呼ばれているわけです。なので硫黄の独特な匂いが苦手な方でもね、楽しめると思います。結構癖がなくてね、入りやすい温泉でした。正面に広がる飛騨川もまだまだどちらかといえば上流側ということで、かなりね川も浅瀬の部分が多く釣りなんかも楽しめそうですね。天気がいい日にはこれ川に入って川遊びなんかもできそう、それぐらいの浅瀬がずっと広がるような地域になっております。しばらくは奥の方に下呂温泉の温泉街のような地域、それから民家などが広がりますが、まあ、こういった景色が見れるのも束の間ですね。下呂を出発してものの5、6分この列車でずっと走行していけば、また再び山の中を突き進むような景色が広がります。おお、そしてこれ大江戸温泉物語と、これ東京にもありますよね、チェーン店の大江戸温泉ですけれども、結構ね全国にありますよね、鬼怒川とか行った時にもありました。そして奥の方再び旧型の特急列車とすれ違いです。お客様乗ってたので回送列車とかではなく、まあ、おそらくここから富山とか高山の方に行く列車なんでしょう。下呂の南側だけこんな感じで伏線っぽく線路が設けられていて、列車交換が終わるとすぐに単線に戻ります。こういうのねぐらついてすぐ落ちちゃうコンセントなんかもあるんですけれども、この飛騨号のコンセントはかなり優秀で、 Mac の充電をしたんですけれどもね、しっかりとひっついてくれました。おお、そしてなんか川の水がなんかバスクリーンを入れたお風呂みたいな色をしておりますけれども、だいぶこの地域は飛騨川のダムが多い区間となってきております。飛騨金山駅に到着です。本当に何度も何度も鉄橋を渡るので、高山本線は大雨の際など川の水が増水した際にですね、これ鉄橋が流されてしまって、そこから数ヶ月高山本線自体が全て運休、運行がストップ、そういったこともしばしばあるみたいで、2000年代にも鉄橋が流されてしまった、そんな経験があります。まあ、おそらくそういったことから川の水を調整するためにもダムなんかが割と上流部分でたくさん設けられているのかと思われます。こっちの方来るとですね、かなりゴツゴツとした岩場が多く見られるようになってきました。下呂温泉付近の川の景色と比べるとかなりねギャップがあるのがわかりますね。さあ、そしてお次に到着したこちらの駅、駅名に注目です。この駅は白川口駅というんですが、
これね、あの合掌造りで有名な大野郡の方の白川村、この白川郷と呼ばれている合掌造りの方の玄関口の駅かと思いきや、地図見てみるとなんだか全然見当違いのところにあるわけですね。そう、今到着した駅はあくまでも岐阜県の加茂郡白川町ということで、あの合掌造り白川郷の白川とは全く関係ないわけです。これ間違えたらとんでもない移動する羽目になりますので注意をする必要があります。おお、そして立派なダムですね。レンガ造りでしょうか。鉄道の橋梁のように一つ一つレンガが積み重なっており、そこから下ダムの下側の河川の水の量が調節されていたことが目視でねはっきりと分かりました。そして飛騨川よく見るとここでもねまた形が変わってきます。これ左右を硬いこう岩石のようなものに覆われておりますが、これ濃飛流紋岩というちょっと特殊な岩石で、これ火山活動によってここに積もった岩石なんですが、これ濃飛と聞くとこの地域を運転している濃飛バスというのが思い浮かびます。その濃飛バスがかつてこの濃飛流紋岩の調査にかなり貢献したということで、この岩石の名前が濃飛バスからその名前が取られ、濃飛流紋岩と名付けられた、そんなエピソードもあるみたいなんです。さあ、民家の数が多くなり、もうそろそろ行くと岐阜市の市街地の方に入ってまいります。そしてこの特急飛騨号名物のものすごい走行シーンというのがこちらです。今から駅を走行しますが、ものすごい勢いで線路を分岐していきます。こちらご覧ください。今バコーンと画面に一発衝撃のようなものが走り、線路が2つに分岐をしていきました。速度は落ちることなく80キロ台で走行、今駅を通過しております。そして駅を通過し終えると再びかなりの衝撃を伴って線路が合流していきます。この高山本線では Y 字分岐器というのが使用されておりまして、これどういうものかっていうと、こんな感じで駅を通過する際に上り線と下り線で分かれることになるんですが、 Y の字に線路が分岐をしているので、どっちの線路に入ったとしてもくねっとこう一旦曲がる必要があるんです。ただ曲がるのにも制限速度は110キロとなっていて、もうほぼトップスピードで通過することができるので、ものすごい勢い、そして衝撃で駅を Y 字分岐器を通って通過していくシーン、これを見ることができるわけです。かなり迫力があります。さあ、そして岐阜駅の手前、美濃太田駅に到着。奥には普通列車の岐阜行きの機動車ディーゼルカーも停車をしておりますが、このディーゼルカーがすごくてですね、クロスシートといって特急列車っぽい座席と、それからカーテンなんかも付けられています。設備の度合いで言ったら本当特急と普通列車の中間ぐらいなんですが、もちろん乗車券のみで乗車をすることができる、旅人が嬉し涙ちょちょ切れるくらいありがたい車両になっております。さあ、そして次の停車駅はこの鵜沼駅、ちょっと漢字が難しいんですが、すぐお隣にこの中部岐阜名古屋地域を象徴する大手私鉄名鉄線がやってきます。ここからずっと西の方まで岐阜の方まで名鉄と並走するような形で進んでいきます。名鉄線の方も岐阜にターミナルがありますのでね、赤い電車、名鉄の電車ってどの列車を見てもなんか銅鐸のように重厚感のあって重そうで、当たったら痛そうな見た目をしておりますね。かなり近いところまで近づくんですが、まあ、ただ名鉄と JR とではこの辺り線路は交わっておらず、ほら昔なんか連絡線が設けられていたんでしょうかね。今うっすら名鉄線の方に線路が伸びていましたが、草によってもうその線路は途絶えてしまっているようです。これ個人的に面白いなと思ったのが、並行しているこの名鉄線は途中たくさんの駅に停車、また駅が設置されているわけです、まあ、ただこちら側の高山本線はというと駅数は少なく、だいたい岐阜駅まで並行している名鉄線の駅の数は2分の1程度に収まっています。まるでなんか JR が快速線で、そして名鉄線が各駅停車線のような、なんか複々線のような、そんな感じがしましたね。さあ、またここ Y 字分岐です。
上はかなりね走行音静かなんですけれども、 Y 字分岐器を通過している時だけははっきりわかります。この座席に座っている時でも今駅通過したなということがねよく振動によって伝わってきますね。これまでの山あいの景色から一風変わって、今度は高架線の中を走行、そしてここから飛騨号は不審者のような動きをして名古屋の方まで進んでいきます。こんな感じで岐阜駅は逆 V の字のような形になっていて、やってきた方向に沿ってまっすぐ行くと今度米原の方に抜けてしまうことになりますので、一旦岐阜駅で U ターンをして名古屋の方に向かうんです。なのでこの今入線をしている岐阜駅で進行方向が変わるといった形になります。15号名古屋駅です。これ電車特急列車です。乗車券のほか特急券が必要です。ご注意ください。電車のご利用には乗車券のほか特急券が必要です。ご注意ください。座席は自ら回ってくるわけもありませんので、こう自分で座席をねこう手動でくるっと回転させて、そしてここから先の進行に備えます。これ今回は映せなかったんですが、車内の風景もこれ皆さん一斉に座席の位置を変えるので、ガチャンガチャンガチャンという音がたくさん車内に響き渡る、そんな異様な光景も見ることができます。そして気になったのが、これ新型車両の割にはこんな感じでカーテンが用いられているわけなんですよ。これはねマニアとしては結構嬉しいですね。あのブラインド式の特急列車なんか最新のだと増えましたけれども、昔の国鉄型車両にもよく見られるカーテン式、そして岐阜を出発すると次尾張一宮に途中停車をして、その後2駅先は終点の名古屋駅という形になります。ほらこんな感じで進行方向が変わっているわけですね。ただこれもはや定番イベントというか、もはやイベントとすら数えられていないのか、車掌さんによる進行方向が変わりますのアナウンスとは一切ないんですね。これもう全く誰も触れないまま進行方向がただ変わって逆向きに出発をしていく。さあそして正面には空を切り裂くような形で猛スピードで走行していく東海道新幹線の姿があります。一応こちらは特急列車なんですが、さすがに東海道新幹線の速度にかなうはずもなく、みるみるうちに追い抜かされてしまいます。先ほどの岐阜を出発したあたりから名古屋、この先の終点あたりまではこの H85 系も最高速度の120キロ近いスピードでぶっ飛ばします。おっと、そして正面ご覧ください、これコンテナが見えてきました。なんとなんと同じ方向名古屋方面に走行している貨物列車とここで並走というか、明らかにこっちの飛騨号の方が速度は速く、みるみるうちに貨物を引き離していきます。途中こちらの駅は名古屋の一つお隣琵琶島駅でしょうかね。ここを華麗に通過、ホームドアなんかついてないですけれども、かなりスピード、トップスピードで走行していきます。しかも引っ張っている機関車がですね、これ鉄道マニアからも人気の高い、これ昔の国鉄色ですかね、これクリーム色のベースの機関車が使用されておりまして大興奮です。こんなね機関車との並走なかなか見れませんからね。いや暑い暑い、名古屋に到着です。飛騨古川とか高山いた時よりもだいぶ暑いですけれども、現在の時刻15時5分なんですが、4両編成への乗車完了ということで、次は6両なんですが、その6両の電車がねもう間もなく出発をするので、ちょっとね急いで名古屋駅で乗り換えをしたいと思います。いや暑い暑い。私鉄で日本一の鉄道路線網を誇る近鉄です。近鉄名古屋駅から乗車するのはこちら、大阪難波行きの特急アーバンライナー号です。新幹線のようなスライドされた前面、かっこいい見た目をしておりますね。これ名古屋大阪の間、名阪間を支える近鉄の特急列車アーバンライナー号です。大阪から名古屋を結ぶ近鉄の特急列車といえば赤い日の鳥号なんかが有名ですが、このアーバンライナー号もまた名阪間、大阪と名古屋を結びます。これが昔からあった特急列車で、今回はねあえてこのアーバンライナー号に乗車をしていきたいと思います。さあそしてここに6の文字がしっかりと刻まれております。アーバンライナー3列車目ですけれども、しっかりと2、4と来て次6両編成。おーおー、なんかすごいな、あこれ喫煙室か。こんな感じでね、近鉄では JR 東日本ではもうほとんど見られなくなった喫煙室ってのをちゃんと備え付けてあるわけですね。愛煙車に優しい鉄道会社近鉄。
2号車に1つぐらいのペースでね喫煙室が設けられてるわけですよ。そしてこれ昔ながらの折り戸式のドアです。ドアを折ってこう開けるタイプのドア、まだね近鉄では使用されております。こういう折り戸式のドアは昔のブルートレインとか夜行列車にもよく見受けられたんですけどね、ちゃんとこれ3列シートになって、おお、かなりねゆったりとしたシートが、これがねアーバンライナーのデラックスシート、デラックスカーということで、さあいよいよ名阪特急への乗車。次4両の次はこちらアーバンライナープラスということで6両編成。そして今回チョイスしたのはこれ僕も初めて乗車するのでウキウキですけれども、1編成に1両しかないこのデラックス車両ということで、これレギュラー車両ってのが4列シートになっているわけなんですが、こっちは堂々たる3列シートということで、しかも通路挟んで左側はこんな感じで1人専用座席ということで、この幅広い座席を独り占めです。もちろんこれフットレストもついていますんで、靴を脱いでそしてカーペットの上にいるようなそんな居心地の良い感覚を味わうことができます。そしてね奥の方にこれコンセントらしきものがあるんですけれども、すんごい位置にありますよね。だいたい今の新幹線とか特急列車とかって肘掛けのところにねこうコンセントが設置されているパターンが結構多いですから、これよそ見してたら気づかなそうですよね。さあそして今ゆっくりと近鉄名古屋駅の地下ホームをすり抜け、そして地上の方に出てきました。お、向こうの方には青波線ですかね。名古屋の再開発地域笹島ライブ付近を抜けて列車は南西の方角にゆっくりと進んでいきます。東海道新幹線を使えば名古屋から新大阪まではだいたい50分を切るぐらいでの運転ですが、こちら側はその3倍ぐらいの所要時間、2時間ちょっとかけて南蛮まで向かっていきます。お、そしてさっき乗った4両編成の特急列車 HC85 系も停車中。でさっきのは名古屋の車両基地ですね。今ではリニア鉄道館の最寄り駅ともなっている金城埠頭まで伸びる青波線とこのようにして分岐をして、この列車は三重県の北部桑名付近からずっと南下をしていくような形で走行していきます。今回は進行方向左側に座席があったのであまり見えませんでしたが、これ今走行している近鉄線は進行方向向かって右側の方ずっと JR の関西本線と並走するような形で、途中三重県の四日市の方まで線路が伸びております。関西本線って名前だけ聞けば関西の本線なので、もうなんか主要幹線みたいな路線名をしておりますが、昔は関西本線は JR 国鉄の路線ではなくて、実はね私鉄、民間の鉄道会社だった、そんな歴史もあり、当時国鉄とそれからこの関西本線で名阪間のお客さんをこう奪い合うような、かつては強硬関係にあった、そんな歴史も持っているわけなんです。なのでこれすごいことにですね、この大阪から名古屋の間最も営業キロ数が短いのって実はこの JR の関西本線なんですよね。今乗車をしている近鉄もそれから東海道本線、東海道新幹線も営業キロに至っては関西本線に劣るわけなんですが、まあ区間によっては1両編成の列車なんかが走るローカル線の区間になってしまっておりますので、その名阪移動の主役は東海道新幹線にその座を奪われてしまっております。さあそして下の方から線路が合流して、なんだか高層ビルなんかも見えてきました。列車は三重県内に入って桑名駅に今到着。お、今奥の方にね見えましたけれども、特急南紀号ですかね。先ほどの特急飛騨号の旧型車両にそっくりというか同じ車両が使われているんですが、南紀和歌山の方に行く特急列車は2両編成とか3両編成とかめちゃくちゃ短い両数で運転をされます。まあ、ただ見た目がかなりいかついので、いかつい列車とそれから短い両数、そのギャップがねまだたまらないです。さあそして近鉄四日市駅に今到着。四日市アスナロー鉄道線との乗り換え駅にもなっております。そしてこの四日市駅すごいのが、これ近鉄の四日市とそれから JR の四日市駅が2つあります。ご覧ください、この近鉄の四日市駅の沿線というのはもう駅自体が高架になっていて、高層ビルなんかがたくさん立ち並ぶようなかなり栄えているような印象を受けるんですが、これ近鉄の四日市はもうねこれとは比べ物にならないほど閑散としている、かなり JR と近鉄、 JR と私鉄の間でギャップの激しい駅となっております。
先ほど並走していた関西本線の方は四日市を出発するともうすぐに西側、三重県の山の方に消えてしまいますが、近鉄の方は最短ルートではありませんので、途中松阪駅の手前、伊勢中川駅付近まで引き続き三重県をずっと南下していきます。これすごいですよね。なんか全面展望を映しているような感じしますが、近鉄のこのアーバンライナープラスには前面にモニターがついていて、そこから全面展望を楽しむことが可能なわけなんですね。現在の速度は100キロちょい、まあ、110キロ弱ということで、一般的な特急列車に比べたら少し速度は遅め、ゆったりとした車窓を眺めることができております。そしてこれ個人的にかなり意外だなと思ったのが、この近鉄の名阪特急は東海道新幹線が開業する前、1960年だったりとか、そのあたりから存在をしておりました。もう半世紀以上も歴史があるというわけなんですね。グラフご覧いただきますと、当初1975年時点では新幹線、東海道新幹線で名阪を移動する際の運賃料金、これ特急料金とかも全部ひっくるめて1870円、これ当時の近鉄特急が1600円だったので、ほぼほぼ運賃料金は新幹線と変わらず、ただ新幹線の方が所要時間が半分以上も短縮してあるということで、もうごっそり東海道新幹線の方にお客さんが流れていったみたいですね。今と比べるとだいたい半分ぐらいでしょうか。東海道新幹線が国鉄時代いかに安かったというのがね、名阪の近鉄特急と比べることで理解することができます。まあ、ただそこから国鉄の方も経営赤字が続いて、1970年代ぐらいになるとまた新幹線の値上げが相次いで、現在ではかなり近鉄特急と新幹線その金額の差がありますから、一周回って今ではこの名阪間近鉄の直通特急なんかを利用する方もかなり多いのでしょう。僕なんかもちょっとねお財布に余裕がなくて、今日はちょっと時間があるなという時は新幹線ではなくてこんな感じで近鉄特急乗ったりしますからね。さあそして来ました、伊勢中川のデルタ線です。ここ路線図に描かれている線路だとこういう風に V の字になっていますが、これだと大阪方面に抜ける列車が伊勢中川の方でスイッチバック進行方向を変えないといけないので、路線図に描かれていない路線、短い連絡線がここに設けられているわけです。今ゆっくりとこの松阪方面の線路と分岐をして、そして短絡線はこちら大阪難波の方に伸びています。ちょうどこの辺り三角形になっているのでデルタ線と呼ばれる方が多いみたい。お、そしてこれね、某有名鉄道 YouTuber の方の看板もしっかりとデルタ線のちょうど中央付近に建てられておりました。こっちの伊勢方面から来た線路とここで合流、列車はわざわざ進行方向を変えることなくまっすぐ進んで、先頭は西側を向いております。ここから三重県そして奈良県の山を突っ切って大阪難波方面へ。さっきまで走ってきた近鉄名古屋の方から伊勢中川までは近鉄名古屋線ですが、この辺りから大阪上本町方面までは近鉄大阪線へと乗り入れます。そして短絡線を渡り終わって、その大阪線の本線の方に入ると、もう水を得た魚のようにぐんぐんと力強く加速をしていくわけですね。先ほどの名古屋線よりもこっちの大阪線の方がおそらく直線区間が多いので、このアーバンライナーもスピードを出しやすいんでしょうね。120キロ手前、ほぼ最高速度近くで走行中。さあそしてこれね、トンネル入るの取り忘れてしまったんですが、今列車は新青山トンネル内を走行中。このトンネルがまたすごくてですね、日本の私鉄の中では最長となる山岳トンネル、これ約5600メートルということで、めちゃくちゃ長い伏線トンネルなんですね。地図をご覧いただきますと、もう一発でわかります。このトンネルのところだけ線路が不自然にまっすぐ定規でパッと引かれたような感じでまっすぐなっているのがわかります。デッキに立っているとトンネル内のものすごい轟音が伝わってきます。そして正面の電光掲示にはこんな感じで速度もねご丁寧に表示をしてくれてるわけです。まあこんだけトンネル内で伏線、しかも直線であれば最高速度が出せないわけないんですね。もう1キロ引いただけの119キロ、ほぼトップスピードで駆け抜けます。そしてこちら側が余熱シート、一般的なあの普通の指定席ですね。まあ、先ほどのデラックス車両と比べるとやや車内は狭め、そしてトンネルを抜けるとすぐにこの駅を通過、
これ西青山駅なんですけれども、この駅は駅構内がかなり、ね、廃墟っぽくなっているので、たびたび他の鉄道 YouTuber の方によって紹介されたりする駅でもあります。単線の青山トンネル時代は上り列車と下り列車が一本の線路同士でこう衝突をするという悲惨な事故もありまして、そこから複線化が急がれることになったみたいですね。現在ではゆったりとした上り下り一本ずつでの線路が敷かれております。近鉄特急でこの名阪を移動する際に使用するのはこのアーバンライナー、もしくは最近デビューした日の鳥号ですが、これアーバンライナーの方はとにかく停車駅が多いわけですよ。お、そしてお隣には急行列車大阪上本町行きのあの表示も見えてまいりました。西の大都市大阪がみるみるうちに近づいてきております。三重県内最後の停車駅名張駅を出発。名張駅の周辺はこんな感じで市街地っぽく少し民家が建っていて栄えているような景色です。名張はちょうど奈良県と三重県の中間あたりにある山奥の都市ということで、かつてから宿場町として栄えていたみたいですね。東西移動を行う際の経由地点として機能しておりました。先ほど通ってきた新青山トンネルなんかはいかにも県境越え、そんな感じがしたんですが、あちらは県境を越えておらず、今まさにこの三重県から奈良県内へ入りました。ただこの区間はまるで国境を越えた感がないんですね。しれっと森の中を走って何事もなかったかのように奈良県内、そして次は大和八木駅です。これ日の鳥号の場合だと大阪環状線の停車駅鶴橋を出発すると、次三重県の津に止まって、で2つ先の駅がもう終点の近鉄名古屋と、ものすごい通過駅を持って名古屋の方まで行く列車もあるんですが、アーバンライナーはむしろ名阪直通というよりかはこういった途中駅にも停車をするので、途中の利用客の方も多くいらっしゃるみたいです。さあ、そして2階建ての特急列車が向こうの方に停車中です。あっちの方は何やら車両が新しそうですが、行き先を見てみると日本を代表する観光地京都の2文字が刻まれております。ただここで異変に気づきます。この京都行きの向こうの列車はこの大阪行きの列車とこう並行するような感じで同じホーム上に停車、こっちの大阪難波の方に行く列車は東から西、右から左に抜けていく感じでいいんですが、ただ京都はこの大和八木駅から北側の方にあるので進行方向を90度変えないといけません。そう、その際に通るのがこの大和八木駅に設けられた短い連絡線。これ地図ご覧いただきますと、これ近鉄と書いてある路線の他に1個クレッと曲がって、これ特急の2文字だけ書かれている謎の線路があるわけですね。そう、これ三重県の志摩半島の方、賢島の方からやってきて京都の方に北側に抜ける特急列車っていうのはこの短絡線を通って北側へと抜けていくわけです。この連絡線は通る列車、通過する列車がほとんど特急列車だけという少し特殊な連絡線でもあります。に対して今向こうの方から線路がここを合流をしてきましたが、奈良の南側吉野の方から今度西大阪の方に行く特急列車なんかも直通をできるように、こちら南側も連絡線が敷かれている、そんなねかなり便利な線路の形をしております。この辺りは速度はゆっくりですが高架をさらに高い高架でまたぎます。列車は大阪府内に入り、そして大阪東線をまたぎました。次の停車駅は環状線とも交わる鶴橋駅です。この眼下に広がるアーケードがずっと連なっている感じがいかにも大阪の景色らしくて新鮮な感じがします。この大阪の鶴橋もかなりディープな街ということで、東京で例えると新大久保あたりがね結構似ております。コリアンタウンとなっておりまして、美味しい韓国料理なんかも楽しむことができる、そして JR 環状線の文字も見えてまいりました。大阪難波行き6両編成の文字、次難波から乗り継ぐのは8両編成です。鶴橋を出発するともうすぐに列車は近く間大阪上本町、そして終点大阪難波の順に停車。ちなみにこの短い地下区間の間では近鉄特急また他の特急列車を含めて喫煙室でタバコを吸うことはできません。健康増進法という法律の改正によってどうやらこの大阪難波までの地下区間は屋内扱いとなってしまい喫煙することはできないみたいなんですね。大阪関西の
大都会難波駅に到着をいたしました。この大阪難波駅は一応この近鉄のターミナルではあるんですけれども、ただもうほら僕が降りて今扉が閉まってですね、もう速攻で列車が改装されていくわけなんです。これねもう次ちょっと今表示消えちゃったんですが、もう3分後ぐらいに次の列車がやってくるということで、両方向から列車が来る形のターミナルになっているので、大阪難波駅は大忙しです。こんな感じでやってきた列車はここで止まって、そして休憩する暇もなく出発をしていくと、おお、火の鳥が停車中です。次に3番乗り場前に乗る電車、天ヶ崎行きです。いや、早い早い早い、もう次の電車がやってきましたよ。特急列車が向こう左側の方に改装されて、大体もう 1,2 分後ぐらいのことです。大阪の南、難波駅です。大阪難波、そして向こうには南海の難波駅も相当歴史がありそうな見た目をしております。そしてこの難波の交差点があるんですが、先ほど近鉄線に乗車をしてきて、大阪難波駅、地下の大阪難波駅はちょうどこの横に通っている道、この道のね真下にどうやらあるということで、上からじゃこの下に駅があるなんて想像もつきません。先ほど乗り継いできたのが特急アーロンライナーということで、ここまで6両編成でやってきたんですが、次は8両編成、梅田の方に移動するとなると使用するのがこの赤色のね地下鉄、大阪メトロ御堂筋線。この御堂筋の地下をずっと通って大阪新大阪の方まで南北に伸びる地下鉄なんですが、まあ、残念ながら御堂筋線は10両編成ということで、次乗車しないといけないのは8両編成なので乗り継ぐことはできず、なので一旦ここからですね、大阪の南から北と呼ばれている大阪梅田の方までずっと御堂筋を通って歩いて行ってみたいと思います。普段御堂筋線使っちゃうんで、ここを歩くことってなかなかないんですけれども、でも地図にしてみるとですね、意外とこれ近いんですね。難波からこの梅田ってこの大阪駅の方なので、多分関東で例えると上野と東京間くらいなんですかね。そんなにね歩いても距離がないと思いますので、大阪の街並みを楽しみつつ向かっていきたいと思います。ご覧ください、ありましたよ、あれが大阪の有名なあのグリコのサインがあるところ、ちょうど正面にドンキの観覧車が見えますが、ここがねちょうど道頓堀って呼ばれているところですね。この向こうの難波駅の方から少し北側の方に来たところ、もうすごい向こうの方は今日は人が多いですね、休日ということで。御堂筋はさらに上田の方にずっと向こうの方に続いております。というかさっきからですね、ずっとこっちの難波方面の南行きの車しか来ないんですけど、北の方に行く車はこれどこ通ってるんですかね。まあ、そんなこんな歩いていくうちに一駅歩いたのかな、ここ心斎橋駅。地下鉄御堂筋線の名前の由来にもなっている通り、この御堂筋の真下に地下鉄が走っております。難波から梅田は僕も実際に自分の足で歩いたのは初めてです。ここの距離は 4.1 キロということで、だいたい上野から東京に毛が生えた程度の距離なんですが、歩いていくうち様々な発見がありました。これね、信号のところにこれ南船場、南に船場と書いて船場と書く、あの地名というか、まあ、交差点名がたくさんねこの付近では見受けられるんですが、かつては水の都と呼ばれていた大阪、ちょうど今歩いている難波とそれから梅田の中に四角形のような感じで運河が伸びていて、水運が江戸時代の頃には盛んだったらしいですね。大阪がかつて天下の台所と言われていたのも、そういった水運の発達によって物資の流通が盛んだったからなんですね。なのでさっきの南船場しかり、これ船場センタービルディングですかね、 BLDG と書いてありますが、こういう風に船場と船、こういう風に水を匂わすような地名が残っているのはかつての名残。まあ、ただ全然ねこの御堂筋を歩いているとそんな水の香りすらしてこないんですけどね。御堂筋を歩いているとたまにこういう風なね、こう観光案内なんですかね、看板なんかも見受けることができます。中船場と、こういう風にかつての地図と照らし合わせてみても、この周辺に川というか、まあ、人工の川、運河が通っていたことがよくわかります。そしてこの淀屋橋付近まで来るとですね、これ土佐堀川をこの御堂筋は渡ることになります。この川こそがかつて江戸時代に通っていた運河の一部ということで、案内書きにもねしっかりと江戸時代この付近大名、まあ、お偉いさんの屋敷なんかが川沿いにたくさん並んでいたんですよと、そういうことがね書かれております。まあ、現代において交通の要衝となる大ターミナル、まあ、新宿、池袋、渋谷、そういった周辺の家賃が高いのと同様にですね、昔はこの物流の拠点となっていた運河の周辺にお偉いさんたちが住んでいたのでしょう。
そして向こうの方には大阪の市役所、そして左側にはこれも相当歴史のある建造物ですね、日本銀行日銀の大阪支店ということで、なんかちょっと小さいお城のような立派な建物がそびえ立っております。さあ、そしてここまでずっと歩いてきましたが、ここが御堂筋の分かれ目、今たくさんの車がこちら側に向かってきておりますが、向こうの右斜め前の方、奥の方に行くと新御堂筋がずっと新大阪の方までつながっており、そしてここ左にカーブをすると大阪の梅田、御堂筋の終点の方まで向かうことができます。御堂筋線はこちら側を通っていますね。おしゃれで少しお高いお料理屋さんが並ぶ北新地の街並みも見えてきました。大阪ナンバーからずっと御堂筋を歩いてきまして、もう日が暮れようとしております。正面ご覧ください、大ターミナル大阪駅に到着をいたしました。大阪らしいこうずっとエンドレスに流れる接近放送がこうホームにこだましております。今日はこの大阪で一泊したいと思います。なのでまた明日、このためには日数制限等々もありませんので、明日朝この大阪駅をスタートとして次は8両編成旅を続けたいと思います。それでは行きます、せーの。というわけで皆様おはようございます。日付が変わりまして現在の時刻はですね、今11時20分、もうそろそろお昼なんですけれども、正確に言うとですね、これ上 JR 線が走っていて、でここずっと難波の方から伸びてきた御堂筋と分岐をして、こっち新御堂筋になっていて、ここまっすぐ行くと新大阪に行くことができます。そして左側の方には大阪の梅田駅、この大阪駅から出発している8両編成って限られていて、より遠くに行くにはですね、大阪から列車に乗るよりかはこの先のとある駅から8両編成のとある列車に乗車をした方がいいということで、ちょっとねここから一駅分くらいね歩いていきたいと思います。東京でいうとあの京王線の笹塚とか初台とか、新宿を出発して甲州街道を走っている時と同じようなね光景が広がっております。もうちょっと合ってるか心配になってたんですが、ちゃんとこう新御堂筋の文字もこういう風に貼ってあります。そう、この大阪駅からですね向かいたい駅があちらです。じゃーん、これ千里ニュータウンの横、新大阪駅、これですね、これこれ。新大阪まで行けば長距離を走る8両編成の列車っていうのは運転されていますので、向こうまで行きたいんですが、ここからずっと新御堂筋をまっすぐ行くと、この淀川橋梁を渡る手前あたりで御堂筋線と合流して、で道路の真ん中、この新御堂筋のど真ん中を御堂筋線がずっと北上していくという形になります。実はこの新御堂筋は徒歩でこの巨大な淀川橋梁を渡ることができるということで、これもかなり楽しみです。さあ、そしてねこれ淀川のもうギリギリのところまで来ましたけれども、上新御堂筋が高架になって、でここから一気に淀川を渡るという状況で、左側の方からこのフェン、おーってかすごいな、こっから見るとめちゃくちゃ都会だな、やっぱり緑色のフェンスで囲まれております。これがね御堂筋線ですね、多分この中を通ってるんでしょうね。ほらこう来て、今屋根が張ってあるんで見えないですけれども、ここから先のところでこの新御堂筋の真ん中に出てきて、そして先の方淀川を渡っていくと、そういう感じなんでしょう多分。おー来た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 、ほらボックスみたいなところからですね、長方形のそこからひょっこり顔を出して新御堂筋の真ん中に食い込むと、いや御堂筋線この角度から見たことないんでなかなか新鮮ですけどね。おー奥の方からも天王寺行きの列車、これ特徴的なのが上にパンタグラフ、あのひし形の電気を引き入れるところがないわけですね。上すっきりしてますよね、機動車みたいな見た目をしていて、信号設備とかはあるんですけれども、一般的な電車と違っていて架線が存在をしていないわけなんですね。足元にある電線みたいなところから電力を引っ張ってきているので、上に架線がないすっきりとした地下鉄となっているわけなんです。うわすげえな、もうここら辺も落書きだらけになってますよ。すげえ、あれなんかラッピングされてる、あれはああパンダ黒潮号ですね。方角的に新大阪の方に行っているんで、もしかしたら和歌山の方早朝に出てきた便なのかもしれません。おお出てきました新大阪、おおすごいな、いつも電車とか高速バスから見ている風景を、うわしかもあれ多分伊丹空港に発着する飛行機ですかね。すごいなこの光景、片側4車線近い道路の真ん中に地下鉄がめり込んでいくというこの光景、関東ではこういう風な、ね、道路と地下鉄の配置なかなか見ることができませんからね、関東人にとってはもうこれ、ね、超いい新鮮な光景ですよこれは。いや待ってすごい、本当に
絵に描いたようなトンネル工事が行われてるんですけど、あれ分かりますか皆さん。ちょっとね、僕も高所恐怖症なんであんまり乗り出すの怖いんですけれども、こういう風にしてですね、トンネルを掘る時の手法の一つなんですけれども、これ開削工法といって、真ん中にですね穴を掘って、で一旦多分川の水をせき止めるんですかね。それで地下にスペースを作ってトンネルを掘って、で掘り終わったら上からまた埋めて土を戻して元通りの川にするという工法が用いられています。この下に高速道路がまたできるんでしょう。そして今ご覧いただいている向こう通っているのが JR 東海道本線の三福線ですね。上淀川橋梁となっております。そしてこの橋梁ですね、もうめちゃくちゃ古いんですよ。一番奥側の上淀川橋梁が最も古くなっていて、できたのが1900年代とか1900年のその初頭あたりということで、もうかれこれ120年近く使用されている橋梁になっているわけなんです。あの東海道本線渡るとき、淀川橋梁もうボロボロの赤サビっていうんですかね、サビまみれの橋梁だから、初めて渡った時とかびっくりしましたけどね。淀川の水をせき止めてる途中なんですかね。僕もトンネルに関してはめちゃくちゃ詳しいわけじゃないので、もしかしたら間違ってるかもしれませんが、こんな感じで今この丸い円形の構造物、この中だけ川の水位が明らかに低くなっているのが分かります。川の水をせき止めて、で下に空間を作ってトンネルを掘ってまた元に戻すと、おお、もうなんか首が疲れるな、ここにいると。上飛行機がやってくるし、下トンネル工事してるし、そして左に目をやると地下鉄が地上を走っているという、鉄オタにとってのディズニーランドはここでしたね。すごいぞ、乗り物天国だここは。いやー、あー、暑い、汗が止まらない。水分補給もしっかりしないとですね。お、そして今新大阪を出発した特急はるか号が上淀川橋梁を渡っております。さあ、そしてようやくだ。さすがにちょっと暑いぞ。もうなんか汗がめちゃくちゃ出るんですけど、実は僕も8月に熱中症に1回なって高熱が出たので、あのちゃんとね、こう水分だけではなくてこう塩分、塩があの取れるものもこう補給しつつ、あの皆さんも外で何かお仕事等される際はぜひぜひ塩分と水分の補給を欠かさず行われるといいんじゃないかなと思います。何の話やねん。大きいな、新大阪駅に徒歩で到着です。かかった時間は、まあ、大体1時間弱ぐらいですかね。そんなに思ったほどかかりませんでしたけれども、やっぱり新大阪は梅田あたりと比べると規模は劣るといった感じですかね。新大阪駅の出口にはこの日本の鉄道を支えてきた列車たちの車輪が保存されております。これがゼロ系新幹線で、中間のやつでかい、これもうとにかくでかい。右2つの車輪はこれ蒸気機関車ですね。エネルギー革命が起こる前、電車やディーゼルカーが普及する前はこのように石炭を使って走る蒸気機関車が主流でしたからね。日本国有鉄道新幹線開業20周年ということは、まあ、80年代84年とかに設置をされたのでしょう。ああ、ようやくもうナンバーからずっと自分のこの足を伝って移動してきましたが、ようやく乗り物に乗れる。やばい、もう感動すら覚える。次に乗車するのはこちら、山陽新幹線桜号、九州新幹線の方に直通をします。鹿児島中央行きの新幹線桜号です。このブルーベリーヨーグルトみたいな車体をした新幹線は新大阪から西の方でないと見ることはできません。そう、そうなんですよ、言い忘れてましたけれども、ご覧ください、これ肝心なとこね。貿易始発の8両編成アーバンライナーの次はこの九州新幹線の8両編成ということになります。いやー、ようやく乗り継ぎました。まあ、一般的なのぞみ号は16両で運転をされております。なので16両編成の停車位置よりもだいぶ手前側に停車をする列車ということになっております。主にこの山陽新幹線内は5つの新幹線が走っています。まず九州新幹線に直通するのがこの桜号と瑞穂号、そして東海道新幹線からやってくるこだま、ひかり、のぞみ、この5つなんですが、九州新幹線に直通する新幹線のうち瑞穂号がのぞみ号と同格の速さ
速を持つ、まあ、最速達人物ということ で今回乗車するこの桜号は何かというと、これ東海道新幹線でいうと光号と同格の列車ということになります。さあ反対側のホームからも同じくこれ山陽新幹線の博多方面行きの列車が出発、今出発していくのは光号で、そして奥の方には今度博多行きののぞみ25号が待ち構え、そののぞみ号が出発した後ようやく桜号が出発をしていきます。まあ、東海道新幹線と比べるとそりゃ本数は少ないんですが、まあ、ただこの時間帯が変わる瞬間というのは結構本数が密集をしていて、さっきの光号は岡山行きですが12時59分に出発をして、その3分後に先ほどののぞみ、さらに4分後にこの桜号が出発と、3分4分間隔怒涛の勢いで博多方面に新幹線が出発をしていきます。この辺りもかなり特徴的な線形でカーブがものすごいので、先に進む新幹線の高架線が見えるわけです。そして奥の方にそびえ立つ山は神戸の北側六甲山、この山陽新幹線はあの六甲山をこれからトンネルで一気にぶち抜きます。これ新大阪駅周辺の地図をご覧いただきますと、東海道新幹線と山陽新幹線ってこうお椀のような感じで右にこう不自然にカーブを描いているわけですね。この東海道山陽新幹線の歴史は戦前弾丸列車計画まで歴史を遡ることになります。その当時戦前の日本というのは、あの昔は中国大陸、それから朝鮮半島の方に植民地、まあ、支配地を持っていたので、東京から下関の方まで弾丸のようにまっすぐ線路をつなげて、で下関の方からは釜山の韓国の方まで海底トンネルでつなげてしまおうという、今考えたらもうありえないあの鉄道、まあ、弾丸列車計画というのがあったんですね。その計画上では現在の新大阪駅の北側、東淀川あたりに駅を設置する計画だったんですが、まあ、用地買収の兼ね合いから、まあ、南側を迂回した方が用地が確保しやすいよねということで、現在のカーブ上のルートに駅が設置されることになりました。さあベラベラ喋っているうちに新神戸駅に到着。この駅は全列車が停車をする最強な駅です。桜号しかり、東京行きののぞみ号、のぞみ号は全列車が停車、みずほ号も停車をします。そして新神戸を出発すると再び列車はトンネルの中へ。 JR 東海のブラウザからはこんな感じで列車の走行位置を、ね、確認することができます。先に出発した光号とのぞみ号が前を走行するような感じで団子運転のような感じになっております。桜号は光号と同格という、先ほど解説を行いましたが、ただねこれ舐めてはいけなくて、桜号ねものすごく速いんですよ。前を走るのぞみ号と比べると停車駅はたった一つしか変わらず、新大阪と博多で換算すると前を走るのぞみ号と所要時間はだいたいね6分ぐらいしか変わらないということで、もうのぞみ号顔負けのスピードでここ山陽新幹線の線路をかっ飛ばしていくわけです。まあ、とはいえ最高時速は途中の姫路を通過するまでは275キロということになっておりますので、東海道新幹線よりも若干スピードは劣るかなと、そういった感じです。今新神戸の次なので西明石を通過、この次姫路を通過します。この姫路駅の東側3キロぐらいの地点からこの山陽新幹線は300キロまで加速が許されます。なのでこれですよ、今姫路に差し掛かりますが、今まさに275キロから300キロの最高速度の運転に向けて加速をしている最中なので、姫路駅の通過は迫力があります。もう自分の GPS がですね、もうパックマンのごとくみるみるうちに西に遠ざかっていきます。まあ、そんなこんなで県内第1位の駅、岡山県は岡山駅に到着。実はこの岡山駅まで
前を走るのぞみ号と全く所要時間も同じ45分で駆け抜けできております。これ下ご覧いただきますと、線路に敷かれているこれ砂利がなくなっているのが分かりますね。これ山陽新幹線内はこの西側は特にこのバラスト軌道ではなく、このコンクリートの硬い素材によってレールを支えているスラブ軌道というものが敷かれておりますので、速度が出しやすいような形になっております。そして次の停車駅、これ福山駅北側ご覧いただきますと、これすごくて福山城のねすぐ近くに駅が設置されているわけなんです。在来線山陽本線の駅は1800年代にこの福山城の一部の外堀それから内堀を埋め立てて駅が設置されたということで、おそらくこれは全国の新幹線の駅の中でも最もねお城に近いのではないでしょうか。ギリギリまでは市街地のようなこうビルがそびえ立っているような様子なんですが、ほらこの景色のギャップものすごくないですか。すぐ後ろには福山城がそびえ立っております。本当に城ギリギリ、こりゃ確かにねこれ外堀の部分を埋め立てないと駅なんか設置できるはずもありませんからね。この駅は後々新幹線駅が建設されることになったんですが、これ横に敷地を広げるとこれ城にかぶってしまうため、この駅は在来線とそれから新幹線のホームがその在来線の上に取り付けてある3層のようなまるで要塞のような構造になっているわけです。ちょっと機会があればねまたこの駅も降りてみたかったんですが、今回は降りることはできません。そのまま先の方を目指します。広島県内第2位の都市福山の次はここ第1位、もうその県名通り広島駅にここ到着。前を走るのぞみ号もこの広島に停車をして、この桜号はというと広島を出発すると次の停車駅は新山口駅、そういった新山口なんかはのぞみ号は基本的には停車をしない駅なので、そういった中堅駅にも停車をしてお客さんを拾いつつ九州地方を目指していきます。ここら辺は福山とか徳山とか駅名が似てて紛らわしいんですが、次通過する徳山駅はというともうすでに山口県内へと入ってきております。次に通過する徳山駅はJR 東海でいうと熱海駅のような感じで、駅全体がカーブ状に設置をされているので、この山陽新幹線は大きく減速をする、数少ない山陽新幹線内の減速スポットとなっているわけです。徳山を通過、この駅の通過速度はマックス185キロのはずなんですが、もしかしたらこの速度計のバグなのか195キロ、ちょっと10キロオーバーで通過といった形になっております。でこれ謎なんですけれども、前を走行するさらに速い速達ののぞみ号はさっきの徳山駅を停車する列車となっているわけなんです。全列車ではないんですが一部ののぞみ号は徳山駅に停車ということで、これも遠距離、東京だったり大阪の方から直で徳山駅に来る方の利便性を考慮して一部の列車を停車させているのでしょう。本州から四国の間は皆さんもご存知の通り新関門トンネル、海の下を通るわけなんですが、新幹線なので、トンネル内を走行するので自分が海の下にいる、そういった感覚はねあまり実感湧かず、トンネル自体も相当短いので、なんか考え事とかしていたらもうしれっと九州に上陸、小倉駅です。山陽新幹線で博多方面に移動する際に毎回思うのは、やっぱりこのね一つ手前の小倉から博多の利用客の方ってのは相当多いんですね。この北九州から福岡の方までの移動は鹿児島本線在来線でも行うことができるんですが、そっちだと相当時間がかかってしまうんで、この一区間を、ビジネスだったりとか他の用途で一区間新幹線利用する方は相当多いのでしょう。お、そして向こうにはかっこいいですね、新幹線のような傾斜した前面、青色のソニック号も停車中です。さあ大阪からはるばる2時間近くかけてやってまいりました、九州の大ターミナル博多駅です。8両編成を乗り継ぎましてこの地に到着。はい、というわけで博多に到着してからかれこれ半日ぐらい経ちまして、時刻は牛蜜時の2時30分。博多到着してから今ホテルにいるんですけれども、ホテルの場所がねここですね。この繁華街とは反対側、 JR 線の新幹線とか挟んで反対側のここにいます。8両編成の新幹線の次は10両編成ということなんですが、これ JR 四国には多分ね10両編成の長い編成の列車っていうのはもう存在をしていないわけなんですね。なのでここでオールマイティーカードを使いたいと思います。はい、というわけで皆様おはようございます。これ9時57分ということで10時前にチェックアウトしまして、で今の場所がここら辺です。もう博多から歩いて
まあ、大体10分ぐらいのところにいるんですが、まあ、ここから福岡空港まで歩きます。で、空港までね、果たして徒歩でここから何分ぐらいかかるのかっていうのを実際に測っていきたいと思います。東京でいう C の文字はあれ、首都高の文字に当たりますけれども、この九州福岡の場合は都市高速道路っていうのがこう上を走っているみたいなんですね。都市高速がずっと走っていて、もうご覧ください、これ国際線北口の文字がここに掲げられております。そう、もう今ちょっと渡りますけども、あっちに見えるのがね、もう福岡空港なんですよ。時刻はまだね、10時10分とかですか、歩いて多分20分も経ってないぐらいで到着をしてしまいました。やばと思ったんですが、この福岡空港実はからくりがありまして、この空港の今いる西側の方が国際線のターミナル、そして空港を挟んで東側の方が国内線のターミナルということで、これ僕場所を間違えてしまいまして、ここの東西で場所を間違えると空港の北側をぐるっと迂回して歩いていくことになります。距離的に言えば全然博多駅の方から歩いてこれる距離にあるんですが、国内線を利用する際はやっぱり福岡市営地下鉄空港線の利用が便利、そういったことをね、再認識することができました。さあ、そしてご飯を食べたいんですが、これ前々から僕気になっていたんですが、これ福岡空港の手荷物検査なんかを終えたその空港の中に存在をしているんですが、これ居酒屋になっていて、センベロといって、あの1000円でおつまみを何品か、そしてアルコールを頼むことができる、これがね、飛行機に乗る前にずっと目についていて、なんとか今回時間を確保して入ることができました。今回頼んだのがこれアジの定食ということで、これがねものすごく美味しいんですよ。アジにごまをあえたような形になっていて、さっぱりしている風味、そしてやっぱり空港の利用客の方向けにご飯を出すので、これ出てくるまでの時間が相当早いんですね。だいたい 2,3 分ぐらい注文してから、それぐらいの時間でお料理が出てきて、これなら搭乗前時間がカツカツだとしてもサクッと食べて飛行機に乗ることができます。まさに花巻空港行きの飛行機に今ボーディングブリッジが取り付けられているようなところです。さあ、もう間もなく搭乗時間。さあ、ここから搭乗するのは1日たったの1便しか運転をされていない超マイナー路線です。福岡からこれ岩手花巻空港まで一発でワープをすることができます。花巻といえば東北新幹線の新花巻駅があります。普段はもう 97% ぐらいの確率で新幹線で通るような駅なんですが、今回は飛行機で向かうということで、なかなかに新鮮、今から楽しみです。若干遅れておりますが、もうそろそろ搭乗が開始されます。続きまして、日本航空岩手花巻空港行き3。さあ、福岡滞在時間は約15時間ぐらいですが、博多から一気に東北の岩手県まで抜ける便ということで、これ1日1便しかね、往復で運転されていないやつなんですよ。僕もこの経路乗るの不思議な感じなんですが、一体どんな光景が待ち受けているのか。さあ、いよいよ機内に乗り込みまして、 JL3523 便、たくさんのお客さんを乗せて出発準備万端です。先ほどまでご覧いただきましたが、この福岡空港はもう本当に市街地からのアクセスは抜群ということで、離陸してしばらくの間、福岡の街並みを眺めることができます。さあ、そしてね、いきなりなんですけれども、すごいですよこれ。地上を走る白い、あれは特急列車なんでしょうかね、1両、2両、3両、6両ぐらいの特急列車が走っておりますが、あれはカモメ号とかでしょうか。奥の方に見えるのは南福岡駅、そして隣接する車両基地もほらずらーっとこのようにして一望することができます。すごい光景だ。先ほど通過した南福岡駅は福岡空港の南側にあるということで、最終目的地は岩手県の花巻空港なのにもかかわらず、飛行機は一旦南側の方に離陸をするわけですね。これ基本的に飛行機は向かい風の方向に向かって離発着を行います。この時期の福岡空港は南側からの風が強いので、その向かい風を利用して一旦南側に飛び立ち、そしてくるんと旋回して島根県、鳥取県、山陰を抜けて北陸、新潟、そして花巻空港まで目指していきます。そしてまず目に飛び込んでくるのが、これ海の色がねかなり澄んでいるんです。ちょっとこれ沖縄の海かと勘違いしそうになりますが、おそらく今走行しているのは瀬戸内海、県でいうとおそらく山口県の八代島、
周防大島諸島なんかとも呼ばれておりますが、瀬戸内のハワイと呼ばれるくらい海が澄んでいて綺麗な土地となっております。あの電車でいうと山陽本線の岩国駅をさらに南下した山陽本線の沿線海側ということになりますので、電車でのアクセスは少し悪いような感じもしますが、飛行機からであればこのように瀬戸内の景色を一望することができます。ちょうど奥の方、さらに画面の奥の方に見えているのが四国の愛媛県松山の方でしょうかね。特にこの八代島なんかはご覧ください、こう動物、犬の手みたいな感じでこうちょっとね、こう5本指が出ているような形をしているので、これ空からでもね圧倒的な分かりやすさですね。もうものの数分進むと広島県の大三島、それから尾道なんかもこの辺りでしょうかね。今鳥取県大山上空高度3万1000フィートメートルに換算しまして約9500メートル、9500メートルの上空を順調に飛行中です。これ僕アナウンス聞いてびっくりしたんですけれども、だってさっきまで瀬戸内海の景色を見ていたのに、アナウンスでは鳥取県の大山上空ということで、大山というのは鳥取県のもう本当に日本海側の方にある山ということで、本当にわずかこの数分の間で瀬戸内海側から来た日本海側に飛行機は移動してまいりました。そう、この飛行機の経路というのがおそらくなんですけれども、先ほどの福岡を出発して、そして広島付近までは瀬戸内海を走行、そしてそこから日本海側に回り、鳥取県あたりからは北陸、新潟を経由し、そして今度再び太平洋側に回って花巻に到着と、そういった感じのルートが取られるみたいなんです。この辺りは石川県の金沢駅周辺、金沢市街地あたりを眺めている様子でしょうか。ただこう見えて飛行機はのぞみ号の3倍の速度、時速約 900km で爆走しておりますので、景色の移り変わりは相当激しいです。もうパッと今見ている景色はもう数分後には見れなくなってしまっておりますからね。さあ、そして田園風景の中、高速道路のインターチェンジもこのようにして見ると全て模型のように見えます。今度もう一度内陸側に入ってきまして、眼下には東北新幹線の高架線が見えてきました。いや、もう本当にこれ鉄道模型だ、すごい。そしてここ大きい川に橋がかかっておりますが、これが第二北上川橋梁ということで、立派な橋梁が東北を流れる北上川にかかっております。あの橋梁をね、これから実は空港を降りてから新幹線で渡ることになりますので、ぜひ覚えておいてください。先ほどの橋梁があった場所というのはもう岩手県内なので、飛行機は徐々に徐々に高度を落とし、着陸態勢に入っていきます。そして立派な駅ですね、新幹線駅、そして毎度おなじみ東横インに加えて、手前側には在来線の線路もたくさん敷設されております。これから花巻空港に着陸するということで、新花巻駅かなと思ったんですが、これ違くてですね、一つ手前の北上駅、そしてもうね、新幹線の高架線がこの山の中トンネルに入る瞬間もこのようにして捉えることができ、そして北上から今見えたのが新花巻駅です。新幹線で移動するとなると一駅間でもだいたい10分弱ぐらいかかりますが、飛行機にかかってみればもう本当に 2,3 分の出来事ですからね。さあ、そしてほぼ定刻通り東北岩手県は花巻空港に無事着陸。福岡空港を出発して約2時間、若干5分ぐらいの遅れを持ちまして、ここ岩手県の岩手花巻空港に到着です。福岡空港と比べるとですね、もうこののどかさがね全然違いますね。空港の設備自体は結構立派な2階建てか3階建てぐらいの建物になってますけれども、こちらご覧ください、もうすごいでしょこれ空港の前がもうずっと田んぼが広がってるわけですよ。こんなのどかな空港あります？ちょうど空港の位置がですね、左が東北本線が走っていて、でここに東北新幹線があって、それをつなぐような感じでこう非電化の釜石線というのが通ってます。でこの釜石線の上あたりにあるのがここ岩手花巻空港で、次僕が向かいたいのはここです。東北新幹線の発着する新花巻駅ということで、ここまではねほら本当一駅ぐらい歩けば到着できるということで、割とね駅から近いんですよね。
僕は YouTube を始める前、2017年ぐらいの大学2年ぐらいの時に東日本と北海道を一周するヒッチハイクの旅っていうのをやって、でその時に多分ねこの道通ったんですよね。確かこの花巻あたりの道の駅で車を降ろされて、で野宿したような記憶があるんですけども、その時暑くてなんかお金もなくて家から持ってきた缶詰とかで飢えをしのぎながら旅をしていた時の様子をね鮮明に思い出しますね。マジでこれ空港がすぐ向こうにあるとは思えないんですけども、このシーンだけ切り取って画像とかにしたらもう普通に田舎のど真ん中にいるみたいな景色ですからね。おお、遥か向こうの方に白い建物、花巻空港が見えますよ。もうだいぶ歩いてきたんじゃないの。わあ、ちょっと待って、結構怖いぞこれ。両サイドこっち川で、こっち車バンバン通るんで、ちょっと足の踏み場を見せたらちょっと大変なことになりそうですが、ご覧ください。これが北上川です。北上線の在来線の名前の由来ともなっております。あ、でもそんなに深くなさそうですね。なんか落ちても、でも落ちたら死ぬな、さすがに。お、車が通過するとこの自然のクーラー、自然の扇風機がこう来るんで、どんどん車通過してほしいです。ついに来た、見えた、新花巻駅です。北上川をずっと歩いてきまして、ようやくもう空港は見えないところまで来ました。ご覧ください、これ新花巻駅の文字がありますけれども、これ書かれてるのは旧型の200系新幹線ですね。懐かしいデザインだ。あえてこのデザインを使ってるのかもしれませんね。この看板自体は相当新しい感じなので、宮沢賢治さんが花巻に生まれて、短い生涯の中でいろいろな指導者として世の中に尽くしたと。昭和60年、おー立派な、こういう風なモニュメントっていうんですかね、こういうのが飾られておりますけれども、これもおそらく東北新幹線開業当初から多分この駅はあったと思いますんで、その当時からずっとあるものなのでしょう。そして見てください、あれ新花巻駅、ギャップがものすごいことになっております。あれが釜石線の新花巻駅ということで、ずっと空港の方から伸びております。架線はなく非電化の路線となっていまして、これがちょうどクロスするような感じですね。武蔵野線と京浜東北線みたいな感じで十の字に交わっております。新幹線の方はこうかと。新花巻駅の構内には至る所にこのように古い新聞が飾られております。日付を見ると昭和60年とありまして、1985年、東北新幹線の開業よりも3年後の日付になっているわけです。開業当時の新花巻駅の様子ですけれども、今とほとんど変わらないような感じしますよね。日本国有鉄道の文字もしっかりと刻まれておりますが、この新花巻駅は西岸駅として東北新幹線が開業した3年後に地元の方の全額負担によって設置をされた駅なんです。北上駅とかなり近い位置関係にあるのもこの駅が後付けで設置されたからなんですね。ホームの上はまだ接近放送鳴ってないんですけども、ほら下の改札階で多分ホームよりも早く接近放送が鳴るんでしょうね。まず青色の重量編成と書かれた乗車口案内でお確かめください。はい、やってきました。次は重量編成、堂々たる重量編成ということで、ここから一気に関東圏へワープします。さあ、オールマイティーカードを行使して九州新幹線8両編成桜号の次は飛行機を挟んで10両編成、こちら東北新幹線は山彦号の上り東京行きです。もうものの5分ほど乗車した後に到着放送がかかります。北上からさっきの新花巻の間、先ほどナレーションでだいたい新幹線で10分ぐらいかかると言ったような記憶がありますが、これ正式には6分でしたね。もっともっと所有時間は短かったです。そしてこれ今渡っている橋梁が飛行機から見ていた第二北上川橋梁ですね。先ほど自らの足で渡ってきた北上川ですが、新幹線に乗っているともう言うまでもありませんが、あっという間数十秒で渡り切ってしまいます。もうこの日本の公共交通機関の偉大さというのをね、また身をもって実感することになりました。
皆さんご存知かと思いますが、東北新幹線は宇都宮から盛岡の間、まさに今走行している区間は日本の新幹線で最速となる320キロの運転を行うことができます。ただこの山彦号に関しては新花巻を出発して途中の仙台付近まではもうほとんど各駅に停車をしていくわけです。なのでなかなかスピードを出すことはできません。そして奥には11番の表記、これも開業当初からあったものなのでしょう。途中古川駅に到着。そしてこれさっきの山陽新幹線の軌道と比較していただきますと、東北新幹線は東海道山陽新幹線よりも比較的新しい新幹線路線ということで、もう下砂利は敷かれておらず高速走行に対応したこういうスラブ軌道、コンクリートのようなものでしっかりと線路が覆われているため320キロという高速運転を実現することができております。本当にこの東北新幹線の通過に慣れてしまうと、あの東海道新幹線とかの通過がね遅く感じてしまう、本当そんな錯覚に陥ります。さあ仙台駅の発車シーンは少し撮れませんでしたが、仙台を出発すると福島、郡山、宇都宮、大宮と中堅駅をかいつまむような形で上り方向へ走行していきます。お、そして向こうの方から伸びてくる高架線、これ単線なんですけれども、これが福島駅から奥羽本線在来線の方に伸びる高架線ですね。山形新幹線の翼号はこのアプローチ線を使って米沢、それから山形方面に伸びていきます。山形新幹線はこのアプローチ線1本だけで上りと下りの列車をさばいているので、もうこれ線路の数が足りないということで、今この到着した福島駅の北側ではさっきのアプローチ線をもう1本増やす工事が絶賛行われております。郡山駅に到着をすると、横の方邪魔にならないような形ではけている新幹線が止まっております。行き先を見ると那須の260号東京行きということで、どうやらこの山彦号が郡山を出発してから各駅停車追いかけてくる新幹線みたいですね。さあそして眼下には郡山の車両センター、今ちらっと JR 相模線の車両なんかも見受けることができましたが、ここは鉄道車両の墓場と呼ばれ、もう使われなくなった古い車両がこっちに持ってこられ、そして重機によって解体される、そういった様子も見ることができます。シーズンごとに止まっている車両なんかが異なっているので、その今日はどんな列車が止まっているのかなと、こう日替わりで眺めてみるのもまた楽しみの一つです。さあそして今那須塩原付近を通過。あれ、なんか東京タワーみたいなやつが見えてきたなと思ったら、あれは東京タワーではなく宇都宮タワーと呼ばれているみたいなんです。まあでもこれ高さこそね東京タワー333メートルにはかないませんが、遠目で見るとねデザインなんかかなり似ているので、あの見間違えてしまいそうです。宇都宮から先上り区間、大宮、上野方面、おそらく車両の性能からすれば300キロ運転できなくもないと思うんですが、こっちは騒音問題もかなり顕著になってきます。住宅も密集している区間なので制限速度は200キロ台と控えめ、各駅停車なのでだいたい2時間半ぐらい時間がかかりましたが、途中埼玉県の大宮駅に到着です。だいたい2時間半近くかけまして埼玉のターミナル大宮駅に到着です。うわーすごいこの音、やばいやばい、意味がおかしくなる、どぎつどぎつい。やまびこ号は10両編成ということで、次の偶数車両は12両編成、そうまさにこの子なんですね。新幹線の12両編成といえばこの E7系北陸新幹線です。まあ、ただこの輝き号は全車指定席ということで、短い東京まででも指定席券が必要となりますので、その後各駅停車タイプの浅間号に乗車をします。正真正銘12両編成ということで、新幹線が大宮を後にしまして、ずっとなっているこの接近放送、まだでも列車が出てから優先までは時間がかかるみたいですね。やっぱ比較的各駅に止まるタイプなので、12両編成あるうちの自由席の号車もね結構確保されております。自由席は先頭1号車から5号車ということで、ほぼね僕が立っている位置、これが自由席となっております。さあ在来線特急の名前を引き継いでやってきたのは特急浅間号です。大宮駅の歴史ある在来線ホームが新幹線の高架ホームからだと丸見えです。
屋根も老朽化が進んでいるのか、中に人間でいう絆創膏みたいなものがねペタペタと貼られていて、応急処置がなされているようです。そして手前側の11番線ホーム、このホームからは昔川越の方に行く川越線の車両なんかが発着をしていました。今では上野東京ラインなんかが発着をするホームになってますね。そして大宮を出発するとこのどでかい埼玉スーパーアリーナの新幹線は右側西の方を通って走行。このスーパーアリーナなんかがあるところもですね、2000年代ぐらいまでおそらく巨大な貨物ターミナルが広がっていたということで、再開発が行われ現在では跡形もなく整備をされてしまっております。先ほど外環道をこの高架線がまたぎましたが、今通過しているこの北戸田駅、埼京線の北戸田駅は日本一高い高架駅としても知られております。新幹線はそんな北戸田駅の少し下の方をこう入り込むような形で走行。上野までの最高速度は130キロで、まあ、ただこの荒川橋梁を渡り切ると最高速度は130キロから再び110キロまで下げられます。かなり市街地、それも在来線の上の方、音が響き渡るようなところを走行していますので、騒音対策としては致し方のないことなのでしょう。さっきの奥車両センターとここ新幹線の車両基地が山手線の田端駅付近にあるんですが、いろいろ奥の方機関車がね結構停車してるんですよ。まあ、この乗車した時期がだいたい8月の休みの時期ということもありましたので、もしかしたら機関車それから車両たちも仕事がなく車両基地でお休みをしているのかもしれませんね。大ターミナル東京駅へと戻ってまいりました。ここに到着した新幹線はですね、最短12分でまた車内清掃を終えて戻っていくといった形になります。次は14両、もうね14両といえばもう皆さんねお察しついてる方もね多いと思います。日本を代表する車両といっても過言ではない日本の鉄道界のエースにこれから乗車をしていきたいと思います。お、表示も出てます。サンライズ出雲号、まあ、出雲号と瀬戸号ということで、次14両編成これに乗車をしまして一気に西日本にワープいたします。コロナの影響なのか分かりませんけども、さっきもう全部駅弁が閉まってて、ね、危ない、本当に危なかった。ギリギリキオスクで食料購入することができましたけども、サンライズ号も一応ね寝台特急ということで特急列車なんですが、まあ、ただ車内販売があるわけではないので東京駅で食べ物を買わないとですね、本当に飲まず食わずのまま有人走になりながらね寝台列車に乗ることになりますので、これは注意しないといけませんが、やばいやばいやばい。これね今8月のお盆の時期に今乗ってるんですけれども、列がねものすごいわけですよ。人がこんな混んでるサンライズ見たことないです。11号車への入り口だけもう明らかにおかしいぐらい人の列ができてるわけなんですよ。でこれはなぜかっていうと、サンライズ号にはそのシャワーブースが何個か設けられていて、サンライズ号のシャワーブースが10号車にあって、でそのシャワーカード販売エリアに最も近いのが11号車ということで、ここ11号車にはねもう長蛇の列ができているわけですよ。さあそしてちょっと今入線してますけど、後ろでもね撮影をしている方結構多いので、僕はこうカメラをこういう風に横に出すと迷惑になっちゃうので、ね、あんまりそれはできないんですが、奥の方から光が見えてきました。おーすげー、もう本当大繁盛ですよサンライズ号。わかりますかね、あっちの方並んでるお客さんは結構少ないんですけれども、あの中央車付近に並んでるお客さんだけもう長蛇の列、本当に朝の満員電車並みにね列ができてるんですけれども、これ多分ね全部このシャワーカード争奪戦に参加される方々ということで、ちょっと僕もね列並んでもいいんですけど、多分もうこんな人いたら僕が到達するぐらいに売り切れちゃうんで、ちょっとどうしよう、今日は諦めようかな。もうシャワーカードの列がもう長蛇の列になりすぎてるのか、もうお客さんが入りきれてないっていう事態が発生してるわけですよ。すげえなこれ、大盛況ですよサンライズ。女性のね多分女子大生2人組とかそういう多分マニア層以外の人もね相当利用しているみたいで、幅広い方に愛されてるんだなという感じがね伝わってきます。ご覧ください、こちら堂々の14両編成ということで、この連結部分で7両7両上下で分かれていて、こっち手前側が出雲市、そして奥が四国に行く瀬戸号ということになります。さあこの令和に残る貴重な寝台列車に乗り込みます。走るビジネスホテル、そしてシャワーカードをご覧いただきますと、もう売り切れです。始発駅から並ばないと入手は困難です。12番、すごいところにね部屋が取り付けてあるんですけども、よいしょ。でこ
これでね、扉を。あ、だだだだだ、ちょっと待って。荷物が全然引っかかる。閉まんないんだけど。おっ、ちょっと。うわ、すげえすげえ。やばいって。これ、見て、狭すぎません、これ。靴が2足分ぐらいしかね、置くスペースがないんですけども、これで鍵を閉めて、で、こっちの方に上がってきます。よいしょ。今回、本当にギリギリで、今日、のびのび座席っていう、指定席の雑魚寝の方の座席を取ってたんですけども、ギリギリ出発の1時間前とかにキャンセルが取れて、ああやったー、ベッドのような感じで寝っ転がることができます。これ B 寝台のソロというタイプですね。やっぱりこれ東京駅でもね、視聴者さんに話しかけてもらっていつも見てますと、本当にそういった声がね、動画編集とかあと撮影のね、励みになりますね。本当にありがとうございますという感じなんですけども、ここの湾曲した窓ね、ソロには1階席と2階席があるんですけども、これは2階席ということで、そう、今日も本当にお盆真っ只中ということで、もう空室がほとんどないような状況だったんですけど、窓口の人がこう取ってくれてね、ありがたいですね。もう本当ね、このソロの上段は男性用のカプセルホテルみたいな感じで、このソロはサンライズ号の中で一番リーズナブルな寝台で、寝台料金だけで追加だいたいね6600円ぐらいで乗ることができるんですけども、本当に僕なんか身長四捨五入して170ぐらいの、割とね男の人の中だと小柄な方なんですけども、180とか190センチとかになる男性の人とかだったら、多分これね、頭とかがもうギリギリのところにあるんで、すっぽりね、ここ収まらないと思うんで、割と、おぉ。ご案内いたします。この電車は21時50分発、寝台特急サンライズ首都号高松行きとサンライズ出雲号出雲市行きです。はい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 。ありがとうございます。入線前の25分ぐらい出発まで時間があるんで、これ多分この時間帯を使って車掌さんが切符のチェックを行ってるんですけども、こんな感じで一個一個ね声をかけて車掌さんが回ってるんですけども、これも多分相当大変ですよ。全部部屋数で見たら相当何百、100以上は多分ね全然ざらにこの寝台があるんで、結構ね大変な業務、いや本当にありがとうございますという感じですね。さあ現在の時刻がですね21時48分でサンライズの出発まであと2分ぐらいになったんですけども、どうやら東海道本線が遅れているみたいですね。あっちに常磐線の特急列車、上りの品川行きの特急列車が入ってきたんですが、あれの出発時間が、あ、今消えちゃった、ちょうど消えちゃったけど21時48分、本来であれば21時46分に出発をするやつなんですけどもね、こんな感じで、これこれこれなんですけども、今の時間がもう49分ということで、もうあれが行って、ししもう速攻でサンライズが出発する形になるんでしょうね。もう向こうの、あの東京から下の品川の方までつながっている線路は、あの品川方面1本しかないんで、多分あの常磐線の特急列車を先に逃がして、少しね間隔を空けてからすぐ出発すると思うんで、51分52分ぐらいにはね、サンライズが数分遅れで出発するみたいな、そんな形になるんでしょう。この夜の時間帯すごいですよ。日立が行った後4分後にサンライズが出発して、その後追いかけるようにして、もう向こうのホームからねすぐさま熱海行きが出発するという、この夜怒涛のね運転感覚がこの東京駅で繰り広げられているわけです。これもまた寝台列車の醍醐味なんですけども、騒がしいようなこうホームを眺めつつ、外で鳴り響く発車メロディを聞く、この旅の序章を味わうっていうのもまた寝台列車のこれ醍醐味の一つです。お、動いた。さあ今度14両編成のサンライズ号が西に向けて出発、てかあれも多分ね遅れてるやつですね。21時39分で遅れ10分になってるんで、今の時刻が51分ということで、だいぶ遅れて、このサンライズを多分一応特急列車なので先に通すといった形になるんでしょう。ちょっと手振ってみましょうかね。バイバーイって、視聴者さんとかいたらねこれ嬉しいんですけどね、ないかな誰か、バイバーイ。一般の方もね結構手振ってくれたりするんですけど、どうだろう、あ、ちょっと痛い目で見られる、あー、この、でもね、もうそう冷たい目で見られる感じがまだたまらないな。バイバイ。てか、あ、振ってくれた、お姉さん。で、これはね、ちょっとしたコツがあるんですけど、こう、車窓がね、こういう風に歪んでるので、これ電気を消した方が、ちょっと車窓はね、こう見やすくなるっていう、こんな感じの。お、まだね、かろうじて見えますね。ここから、ゆっくりと、
東京の夜の街をすり抜けていきます。はいはい、あ、見ました。あ、はい、あ、見ました。はい、すいません。いや、とんでもないです。全然大丈夫です。全然こういうのはね、車掌さんもお忙しいと思いますので。よいしょ。いや、待って、すごいですよこれ。本来であればここ普通列車の1階席って、この横走っている東海道新幹線の線路よりも低いところを走ってるんですけども、これサンライズ今乗車している2階席なので、ちょうどほら東海道新幹線と同じ目線で品川方面を眺められるという。いや、これはすごいな。だいぶ後ろからね、東海道新幹線がなんか来てくれればいいんですけども。あー、このちょっと灰色がかったレトロなビルが見えますけど、新橋駅前のだいぶ築年数のあるね、このビル、個人的に好きな車窓ポイントなんですけども、向こうの方、蛇のような感じで東京モノレールが伸びていて、依然として東海道新幹線とここ並走を行っております。お、東京モノレールが上をゆっくりと走行中。あ、お客さんもでもそこそこ乗ってるみたいですね。やっぱりこの時間帯なので、多分ね、上りの新幹線の方が多いみたい。さっきもこの光号とすれ違いましたけども、上りが多めで、で下りの時刻表ね、見てみるとこの列車が21時50分出発なんで、ここにね、サンライズが入っているということになります。サンライズ出発してから13分後に光が出るということなので、まあ、ちょっとね、今日は並走を見るのが難しそう。これがまた10分ぐらい遅れたので、この光号とかの並走を見ることができたんですが、お、ここで今ゆっくりと品川駅を通過です。あ、品川を通過してからもうこのね、走行音の感じが違ってくるわけですね。徐々に徐々にこうギアを上げていくような感じが伝わってきますけども、やっぱり東京品川は結構速度控えめ で、品川から次の横浜、まあ、それ以降の東海道本線の区間は割とね、速度出せるようになってきますんで、ほら、みるみるうちに80キロ台くらいまで加速と、夜の闇をすり抜けていく感じがね、またたまりません。ここはどこら辺だろうな。2階建てって普通車のグリーン車でもあるんですけども、でもそのグリーン車の上段席だったとしても、その普通車のグリーン車ってこう座席にこう腰掛けるじゃないですか。だから目線の位置が全然これからもうちょっとね、サンライズよりも低い感じなんですけども、サンライズのこの上段はもうほらガラスのギリギリまでこう頭を近づけることができるんで、多分従来の在来線では考えられないぐらい高いところからね、こう見渡すことができる。この迫力はなかなかありませんよ。これすごい、看板の、あの駅にある看板のライトが目の前スレスレでこう過ぎ去って、こうすごいな、なんか遊園地のアトラクションみたいな、そんな迫力を味わうことができます。で、この前のダイヤ改正からサンライズの出発時間が22時ちょうどから21時50分になったことによって、これね、面白い現象が発生していることになっておりまして、サンライズ号は22時14分に横浜に到着なので、あと10分ぐらいで到着するんですが、これですね、実は東京駅を21時45分に出発した成田エクスプレスが、これ横浜に到着するのが全く同じなんですよ、サンライズ号と。で、これどういう現象かっていうと、東京駅をサンライズの5分前に出発してたんですけれども、この成田エクスプレスは地下ホームから出発するので、まあ、出発する様子ってのは見れないんですが、まあ、そこからひょっこり地上に顔を出していって武蔵小杉を出発したあたりなんですけども、多分ね、もうそろそろこのあたりで地上でサンライズとね、並走するシーンを見ることができると思いますんで、ちょっとね、外見に行ってみましょうか。いないな、成田エクスプレス。本来であればこの進行方向の右側に現れるはずなんですけども、ちょっとサンライズの方が若干遅れ気味なので、もしかしたら今日、お、待って待って、すげえ、本当に同時なんだこれ。可愛らしい鏡のように見た目でした。成田エクスプレスですけども、うわ、車内ガラガラだな。すっげー、マジか。もうほぼ同時刻に入線ですよこれ。ぴったり到着も14分、そして出発も15分ということで、
ここから先、横浜から先はしばらくネックスと並走することになるみたいです。ちょっと横浜の結構お客さんが来そうなんですけど、幸いに僕逆側なんで助かりました。もうすごいすごい、到着までぴったりだこれ。うわすっげえ、多分到着の差3秒差ぐらいですかね。ドアが閉まりました。ちょっとネックスの方が失敗、今ね向こうドアが閉まってもうそろそろ向こうも動き出すかなという感じなんですけども、わっ、え、待って、すごいな、加速こんな違うんですね。ねえ、今こっちの方が先に加速したはずなのに全然もうこの差が抜かされてしまうわけですよ。すげえな、もうネックスの方は短距離走向きですね。こっちがエキレン選手だとしたら向こうはもうウサインボルト的なそういった立ち位置でしょうか。うわ、また抜かれちゃうよ。ちょっとこんな可愛い顔してすっごい速いな加速が。え、次の停車駅戸塚駅なんで、戸塚までは多分サンライズ号とデッドヒートを広げることになるんでしょうけども、さすがに戸塚を出発してからはこっちの方が、まあ、リードして先の方に進むんでしょう。待って、マジで不意に現れるのやめてくれんか、びっくりするんですけど。今ちょうど少しネックスの方が加速をして先の方に進んじゃいましたね。あ、こっちが抜かし返すと思ったらまたね向こうに加速されちゃいましたね。こっちのサンライズの方はもう長距離を走るんで多分加速とか減速には長けてなく、向こうのネックスの方は結構ね新宿、渋谷、東京と短距離で停車する距離もありますんで加速減速に長けているような、もう本当にマラソン選手と短距離走の選手、もうそれがこう並走しているような感じですね。いたぞいたぞ、ちょっと見えますかね、赤いテールランプが若干見えるんですけども、出た出た出た、おー、ここで3度目の正直もう1回抜き返します。ご乗車ありがとうございます。本日も各種アルコールメニューを取り揃えております。まずはこちら、蒸気機関車のイラストが描かれたレモンサワー、体は西に移動しつつも体内は山梨県に行くことができるこの甲州の白ワイン、そして海を越えてこちら台湾マンゴービール、こちら各種取り揃えております。本日大衆居酒屋サンライズ開店です。ちょっと久々のサンライズなので、しかももうこの両数の企画ももうそろそろ終盤ということで、ちょっと明日に気合を入れてですね、コロナ対策も含めましてしっかりね、手だけではなくて胃のねアルコール消毒もしっかりしていこうということで、謎の紙コップがね毎回個室に入ると備え付けてあるんですけども、多分デビューした当初ぐらいからあるんじゃないですかね。必ず個室にはこのコップが備え付けてあります。見てください、これマンゴービールって言うんですよ。ほら、西日本に移動しつつも台湾旅行を楽しむことができるというね最高の飲み物です。いただきます。このために生きてた。これ、これを、こ、すごい。マンゴーの匂いです。ビールなんで、お、お、お、しっかりとこの泡みたい。お、すごいすごい。尿検査みたいな。では、いただきます。アルコール分も 2.8% なんで、ほろ酔いと同じぐらいなんで、アルコールそんなに強くない人でもね飲めるかもしれないですね。めちゃくちゃ美味しい。あ、ちょっとビールをこう美味しく飲めるようになりたいな。これビールをこれからね美味しく飲めるようになりたい。ビール苦手な方でもおすすめできるかもしれないです。やばいやばい、もう飲み切っちゃうよ。もうね居心地としては本当に走るビジネスホテルに乗ってるような感じです。やっぱねこれ電気を消すと見やすさが全然違いますね。僕の肉眼レフにはしっかりと景色が映っておりますけれども、そして洪水駅を高見の木と、ああ通り過ぎちゃった。通過はあっという間ですね。うっすらと向こうの方、あの太平洋の水平線が見えてるのお分かりいただけますでしょうかね。水平線が光る夜に、ご案内いたします。この電車は深夜帯を走ります。
これから先の放送によるご案内はお休みの妨げとなりますので。もうそして大きい川を渡ってますけども、これは酒場川とかじゃないですかね。酒の匂いに川って書いて、今の僕の状況にまさにぴったりな川なんですけども、そしてもう間もなく小田原を通過するみたいですね。こんな感じですね。小田原に入る手前で北の方から来たこの小田急と大雄山線がこの JR 線の海側の方に回り込むような形で、こんな感じで線路が伸びてきます。東海道本線は地上にホームが設けられてるはずなんですけども、この小田原の手前だけなんか高架になってるんですね。お、そして向こうの方にちょっと駅が見えましたけども、あっちの下の方に通ってるのが大雄山線ですね。で、ここ小田原駅と。わあ、まだ終電は終わってないんで、大雄山行きの列車がね、止まってますけどもね。あの、大雄山方面に行く路線と JR の線路はね、こう一応線路同士繋がっているんで、たまにね、直通で JR の方に電車が走ったりしますけども、いや、ほんと東横インってどこ行ってもありますよね。これ安心安定、もうこの青い東横インの文字を見ただけでね、安心感が芽生えます。もはや分かりますかね、これあの普通に自販で売られてるなんかあの水ゼリーみたいな感じで、こういう風なこういうカンカンがあって、でこれの上にねこの蓋がついてて、これがほらコップになるわけですよ。こういう風にワインを注いで飲むと、まあ、これ単体でも飲めそうですけど、まあ、これ単体でこう飲むのはちょっといかつすぎるんで、ヤンキーなんで、さすがにそれはね少量たしなむような感じでいただきます。この鼻から抜ける風味がねたまらないですね。さあもうそろそろ、あ、またあったまたあったよこの子。東横に新幹線停車駅でもう必ずあると言っても過言ではないホテルですけども、ゆっくりと熱海に停車。反対側のホームのドアが開くみたいですね。一番線こっち側は伊東線のホームということで、おお、伊豆箱根鉄道のこの本当にパンタグラフの真横ですよ。これよく見やすいですね。上の架線からこっから電気を引っ張って、このひし形のパンタグラフに電気を入れて電車を動かすんですけども、まあでもパンタグラフはこれおねんね中ということで、もうね下がってしまっております。この電車はもともと東急で多分使われてたやつなんですけども、そこからこっちの伊豆の方に来て第二の人生を歩んでるっていう感じですかね。これ座席がねちょっと豪華なあの特急列車のシートみたいな感じになってるんですけども、これ多分ね西武鉄道で活躍をしてた、今でもあるあの特急レッドアロー号の旧型車両から座席だけ分取ってきて、でこの東急の車両にくっつけて今使用しているというね、もう魔改造列車といってもね過言ではないです。ちょうど伊豆半島の東側の方を通るんで、多分ねこっちだけボックスシートをくっつけてより海を見やすいような形に改造を施したんでしょうね。その証拠にこの内側の内陸の方を走る左側の方はですね、こうロングシートが取り付けてあるので、伊豆の車窓、海の車窓をこう東側で見やすいようにボックスシートが改造して取り付けられたんでしょう。うわー待って、結構これ雨すごくなってきたな。沼津に到着ですが、いやー沼津から乗ってくる人はあんまりいなそうですね。もうこの日の役目を終えた御殿場線ですかね。 JR 東海を象徴する211系が停車中です。次停車するのは富士駅ということで、お、そして富士駅から乗る、え、待ってどこ行くんだ、ああちゃんと乗るみたいですね。自らのその降車にピンポイントで乗車するタイプの方ということで、危ないですね。でもこれあんまり引きずったらね、富士駅なんか多分停車時間1分もないと思うんで、ワンチャンねこれ置いてきぼりにされそうだったけど大丈夫かな。このグーンという減速音ね、もうこれ完全に鉄オタの子守歌ですよ。もうこれさえあればね爆睡できます。誰もいないね。向こうの方に到着しているのは
浜松駅です。今ちょっと在来線の方反射して見えますけども、そして奥の方には N700S ですよ。向こうも電光掲示が消されて、そして車内も暗くなっております。まあ大体新幹線は騒音の関係でもう運行できる時間が決まっておりまして、朝は6時ちょうどから走行可能ということになりますので、まあ、東京駅しかり品川駅しはりそれぞれ6時ちょうどに出発する下りののぞみ号なんかも設けられておりますからね。浜松は新幹線の始発がちょっと遅いみたいで、この6時20分発か、もしくはこの6時32分発の新大阪行きにおそらく向こうの新幹線は当てられるんでしょう。あれはどうやら、あ、東京行きみたいですね。ちょっと今ねうっすら見えましたが東京行きと書いてありましたんで、まあ、多分上りの始発の新幹線にそのまま当てられることになるんでしょう。というわけでですね、ちょっとやばい眠い、寝ようと思います。皆さん良い夢をおやすみなさい。授業を行います。まもなくいたしますが、準備のため7号車と8号車の間は通り抜けができなくなります。切り離し作業のため7号車と8号車の間が通り抜けできなくなりますのでご注意ください。いやー、さて皆様おはようございます。あ、おー眩しい眩しい。おー、このブラインド一つでね全然明るさが違うんですよ。これ閉めたらだってもうほら深夜のホテルですよ本当に。でこれ開けたらもう朝、ほら、車窓。いや、東海道本線の方走行してた時は大体5分遅れぐらいで走行してたんですけども、そんな遅れも嘘のようにですね遅れを取り戻して定刻通りでこの東海道本線内を走行しております。だいぶこれ速度速いんじゃないの。結構スピードを乗せて走行しておりますけども、これぐらいで走行しております。で、あと10分ぐらいで岡山ということで、車窓が綺麗ですね。どうかな、瓦屋根の一軒家と、おお、それからこれ田んぼ道がずっと広がっております。しかも今日はね曇ってるんで、晴れてる日とかだとねこの明るさのギャップで結構目がやられちゃったりするんですけども、今日はいい感じに曇ってくれてるし、いい感じに雨が降ってないのでちょうどいいぐらいの明るさですね。あとおよそ10分で岡山です。お出口は左側8番乗り場に着きます。東岡山駅を今通過。今ね通勤の方なんでしょうかね、結構ホームのところに立ってらっしゃいますけども、もうこの時間帯ね定時定刻でサンライズ通過ということで多分見慣れてるんでしょうね。ああ、今日もサンライズが通過かと、いいな、毎朝通勤前にサンライズを見れるということでね、もう鉄オタ発狂案件ですけども。寝ている間にすっかりと駅名表も西日本仕様になってますね。お、すごいすごい、向こうの方に人だかりができてますけども、ここでこちらの出雲市方面の出雲号とそれから瀬戸橋を渡って四国の方に行く瀬戸号のこの切り離しを見ることができるんで、もう早朝からですね皆さん鉄分高めで、まだね6時半ですからね。今から寝台特急3階瀬戸号高松行き間もなく発車いたします。長年に襲ってきたパートナーとここで終わったということで、これから先はそれぞれの道を歩んでいきます。で皆さんこちらですよ、ここね岡山駅にはまだまだね日本国有鉄道時代、国鉄時代からあるもう30年40年ものの古い古い列車が現役で活躍をしております。これも今47ということで、うわーかっこいい、力強い機動車津山行きが出発です。おー、もうサンライズ号が出発した後のこの8番線なんですけれども、ご覧ください、
さっきの景色が嘘のようにですね、もうもぬけの殻、人っ子一人いないですよ。もう本当に僕以外ね、もう視界に人の姿が入ってこないわけですよ。サンライズ号の人気さがね、よく伺えます。さあ、そしてサンライズ号に乗り継いできて14両編成ということだったので、次は16両編成に乗り継ぐということになるんですが、もうね、岡山なんでこう見渡していただきますと、在来線なんてね、16両走ってるわけがないんですね。向こう、そしてあれ、特急列車、ディーゼル特急もやってきましたけど、あちらの特急列車も2両ということで、これから乗車するのは新幹線。この旅の最後を飾るのは山陽新幹線。おお、なんだあれ、見てくださいこれ、のっぺりとした一旦もめみたいな電車だな。うわー、昔ながらのこのゴーというモーターの音がね、めちゃくちゃたまりませんけれども、俺らが日常的に走ってるのはもうすごいわ、かっこいい。こっち側の顔はね、凹凸があるようなしっかりとした顔になってますね。さあ、岡山の新幹線ホームの方にやってきました。この旅を締めくくる最後の一本ということで、のぞみ75号7時56分発の博多行きということで、ご覧ください、この堂々たる16両編成。こののぞみ号はですね、多分名古屋を6時20分とかに出てきているので、超頑張って始発の新幹線に乗ったとしても7時50分とか、まあ、6時台に岡山に到着することはできませんから、速達で九州に向かいたい方はサンライズに乗って岡山で新幹線に乗り換える、このルートの重要性っていうのがね、よくわかりますね。いや待って、そういえばもう遠い昔の記憶すぎて忘れかけてたんですけども、向こうに停車をしているあのブルーベリーヨーグルトみたいな新幹線、あれそういえば8両編成の枠でね、乗りましたね。さあ、ゆっくりと入線、この旅を締めくくるのぞみ号博多行きです。注意ください、次の停車駅は岡山です。さあ来ました、この長旅を締めくくる最後の16両編成の列車。16両といえば、おそらく日本の中だとこの東海道新幹線くらいなのではないでしょうか。そういや、この動画の1時間前くらいにも山陽新幹線、また九州新幹線の方に直通する桜号に乗車をしましたが、桜の方は8両ということで、のぞみ号の1/2。岡山駅を出発すると、眼下には岡山機関区、たくさんの馴染みのある機関車たちが停車中です。ここから先、のぞみ号は山陽新幹線内は少し変わった停車パターンをするわけですね。東海道新幹線の場合は、もうのぞみ号の停車駅といえば品川、新横浜、そして名古屋、京都、大阪とかなり決まったパターンですが、山陽新幹線はというと、これまたね、かなり気分屋な路線でして、その乗車するのぞみ号によって停車駅がまちまち変化をするわけですね。岡山を出発すると、新尾道は通過をし、そして広島県内に入り、次の停車駅は福山駅です。これ列車の傾きをご覧ください。こうしてほら、すごいですね、これ車体がよく見ると左右に揺れているのが分かります。 N700系は空気バネの車体傾斜方式を採用していて、車体に仕込まれている空気バネの空気の量を調節することによって、カーブでも速度を落とさずある程度走行することができる、そんな便利な性能も兼ね備えております。さあ、この旅の一番最後の最終到達地点に到着です。おお、すごい、このどでかい駅名標、福山と自己主張強めですが、おお、通過したのってあののぞみ号なわけなんですよ。上りののぞみが通過するにもかかわらず、こっち今乗ってきたのものぞみ号ということで、かなりね、矛盾を多くはらんだ駅がこの福山駅なんですけれども、1両から16両編成の乗り継ぎが完了して到着をいたしました。やっぱ2両編成からずっと見てると、この16両編成の長さ、それからありがたみをね、深々と実感をします。そして先ほどのね、異様な光景ご覧いただけましたでしょうか。のぞみ号の中でも、この福山に止まるのぞみ号と通過するのぞみ号があるということで、あんまりのぞみ止める意味ないんじゃないのみたいな声も結構聞くんですね。その一部ののぞみ停車駅になった理由がね、2つぐらいありまして、1つはこれです。ご覧ください、向こうの上りホーム、結構お客さんがいるわけですよ。ほら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 、まあ、理由の1つ、ただ単に利用客数が多いと。それに加えてですね、ここの福山駅っていうのは割と主要な空港から遠くてですね、岡山とそれから広島のちょうどね、中間あたりにあるということで、広島空港、岡山空港からも遠くで、一応福山駅の近くにね、この
笠岡ふれあい空港っていうのもあるんですけども、これはねもともと農作物の空輸なんかを行うための空港ということで、これはなんか一般の旅客輸送というよりかはその農業用だったりとか、あと遊覧飛行がメインみたいなんで、基本的にここにね飛行機発着してないと、まあ、だとしたら東京から福山までのぞみ号に乗ってしまえばいいというお客さんがかなり多いみたいで、実際ここはやはり東京方面また新大阪方面に行く方から重宝されている駅みたいですね。さっきののぞみ号通過してったのに今度は同じ上りでもこういう風に停車をするみたいです。 N700 スプリームのこの豪華なそして高貴な文字が描かれております。堂々たるのぞみ号東京行き、まあ、東海道の方はもう大都市間ですね、東京と大阪をもういち早くなるべく早く結ぶということで停車駅が絞られているんですが、むしろこっちの山陽新幹線の方は、まあ、停車駅を多くした方が、まあ、航空機に対抗することができるので利便性は向上するみたいなんです。はい、というわけで1両編成から17両編成まで偶数両数をずっと乗り継いでくる旅ということで、最終到達地点のここ広島県の福山駅に到着です。福山はこれバラの町ということで、このロータリーだったりとか向こうの方にもこうバラ園なんかがこういう風にあって、自然豊かな駅前となっております。そしてこれねすごいですよ、ほらほらこの上新幹線高架線の下、この地上から一つ上がった上の高架線に在来線、しかも国鉄車両が発着し、その上に新幹線の高架駅が通っているというかなり要塞のような駅になっております。また改めて日本の鉄道の両数の豊富さ素晴らしさというのをね感じることができました。というわけで本日の動画はここまでです。ここまで長々と多分2時間ぐらいの尺があると思いますが、見てくださった方ありがとうございました。